新書対抗期第9分札。吉川英治い。ここで視野を変えて狐塚方面の動きを見るさて柴田勝家人所の野来の状況は以下であるその前に留意すべきはこの戦争が図らずも結果した特異性にあるというのは現場誠の中入りによる死体の戦闘がすでに全戦局を決し総帥勝家の主力はもはや冒険的なものでしかなくなっていたということだ 要するに、勝家としては、冒険ではあるが、一騎手なりと、現場誠に許した本の、除染のと、が、思惑と相違して、たちまち、味方全軍の地名を将来し、敵の退去を見たときは、もはや、狐塚主力の軌道も、彼の総帥力も、それを表すすべもないものと化していたのであった。故に、これをもって、後世の自筆は、現場誠を非難して、千が武、越軍の破れは、一に主子大事を誤るによる、かっことじる。 彼が、おじ勝家の源を用いず、敵地に切り据わった罪に、敗因の一切を返しているが、現場誠の裁略が、老後の章と違って、いわゆる、青いことは、確かであるとしても、それらの論断もまた、極めて象徴的な結果論でしかないことは、以下、勝家が、当夜から翌日までの、総帥としての処置を見れば、おのずから分かってくることと思う。前夜、20日の酔いである。勝家は、現場誠へ、6回もやった死者が、 ついに、全くのただごとと返して、お々として楽しまず、万事休すとまで断じていた。そして、ともあれ、一睡。と、やがて悲痛な諦めの下に、人所の寺の数房で、身近、夜の眠りについたが、さて、眠りえべくもない。米みのあたりの血管が、著しく太くなって、しきりに愚痴妄想を呼ぶ。耳が鳴る。途方もない男かな。この勝家に、腹切らすやつよ。 現場誠に対して罵った自分の言葉も人夢さびたるうちに一人にえらせているとその憤怒もやがては誰へも向けようもなく自業自得と事故に思い返してみるしかないあまりな偏愛のトガであった猛愛の毒であったひいてはおじおいという骨肉のそれと軍立の中の総帥と部下との源たるものとを感情に任せて混同していた大なる過去の生んだものであるそれもわしがさせた 勝家は今悟った。養子勝豊が長浜で背いたのも、その原因は、源場誠にあった。また、かつて、能登の戦場では、前田利家に向かってさえ、面白からぬ、不尊な行為があったと聞いたこともある。が、そういう課金を認めても、なお、源場誠の素質は、確かに、周に優れていた。別に、いいところを、多分に持っていた。ああ、それが、かえって、今日、命取りになろうとは、 埋めいて、寝返りを打った。悪夢でも見ているように、その時である。ここの探偵も入れるばかり、武者たちが、外の回廊をかけてきたのは、隣室、また、それに連なる部屋ごとに、仮寝していた国府上右衛門や千賢寿守りや、古生頭面受昇助などは、鹿。何者だ。と一方で、寝床の衛兵が、強音を制する声を聞きながらも、各2の時点1の2の22、 すぐ回廊へ立ち現れて、何事か、何か、異常でもあるや、と、口々に尋ねた。急を告げに来た武者の動作が、すでにただごとでなかった。ひっつれるような早口で言う。木本方面の空、戦国より赤々と見え、不審と存じ、東の山近くまで、物見を遣わしましたるところ。不意に、免受昇助が、くどい、要を、一口に言いめされ。 厳しく注意した。報告者は一気に述べた。大垣の秀吉、到着。木本付近、陣馬喧騒、物々しきありに見られます。何、秀吉が。色めきたった人々は、これを、すぐ、勝家の寝床へ報じようとしたが、勝家もすでに耳にして、自らそこを出てきた。お聞きになられましたか。ただいまのこと。聞いた。勝家はうなずいた。酔いに。 見たより顔色が悪い。このことよこのことよ。中国人の場合に見ても、熟習として、これくらいには、やってきそうなところじゃ。驚くには当たらぬ。さすがに、自弱として、左右を沈めたが、おいえないものは、感情の残死である。このことよこのことよと、現場誠に開国した事故の言葉の的中を、暗に誇るかのように言ったのは、かつては、敏派と呼ばれ、鬼柴田とも言われた豪商の声として、それを思う者には、 哀れに聞こえた。現場は早頼むにたらむ。この上は、勝家自らここに踏みとどまり、存分の一合戦して未勝ぞ。うろたえな、騒ぐな、畜生これに来たらば、むしろ幸せ。武将を堂前に呼び集め、彼は、才をもって、将棋にかかった。戦闘配置の命を下してゆく。しむつよしな采配ぶり、さすがにまだ追いずの風はある。しかし、ここまでは、 彼も毎日お予期していたことだが、真に狼狽させたものは、その次の、自軍内の現れだった。秀吉来る。と伝わるや、人中、ことのほかな同様なのだ。部署に着くは少なく、急に、仮病を言い立て、命に逆らい、紛れ紛れに、脱陣逃走する者が続出し、7000の兵が、たちまち3000余りしか数えられぬという宗状なのである。先に S 付を発するや、秀吉と戦うべく、息高く来た少子である。 それが秀吉来ると聞いたのみで、こう浮き足立てる理由はない。この、怪しい部下の心理を醸成した者は、万余りの大軍はあっても、そこに、元たる統率がなかったという、ただ一時に尽きる。昼間、上昇の間に、死者六回にも及ぶ打周の争いが交わされていたとき、すでに、この不吉は培われていたのだ。それに、秀吉の行動が、予想外に早く、彼らの度肝を抜いたことも手伝い、かくて嘘説暴言入り乱れて、 臆病風に拍車をかける結果を生じたものというしかない。味方のこの醜い混乱ぶりを見ては、勝家も無前たるばかりでなく、浅ましき土灰かな。と、摂取して、憤怒の余生を、辺りの幕尚たちへも、吐かずにいられない様子だった。いつまで、あの僧がしさは、どうしたことか、組頭どもへ、勝家が命を、確かと伝えたのか。あざみつ島守や国府上右衛門なども、戦国から、さにいたり怒っていったり。 少しの落ち着きもない。そして、ご命令は、再三厳しく伝えておりますがと、口を濁して答えると、勝家は、何、うろたえて。と、左右をたしなめ、取り沈めてこい。あの様子では、部署にもつかず、肥後造言を乱りにして、味方が味方を惑わしておるに違いない。さようなものあらば、喧嘩に処して構わぬ。ったに、ったを重ねていた。吉田渡るそう大田倉之助。 松村も十郎などが、再度、源霊触れに、駆け出していく。その後でも、何か、勝家の声高な罵りが聞こえていた。騒ぐな、狼狽するな、と抑えるつもりで言う彼自身の声からして、狐塚本人の、壮然たる競争の一つだったのである。はや夜明けも近かった。千が竹方面から、予後西岸へ移りつつある銃声や歓声は、水を渡って手に取るようにわかる。あの勢いでは、橋場勢が、 これへ来るも、遅くはないぞ。馬までには、何の、馬を待つものか。臆病風は、臆病風を誘い、ついに、恐怖状態をここに巻き起こしていた。敵は、一万もあろうといえば、いや二万だ、何の、あのような猛威では、三万も来たに違いないと、自身の恐怖に輪をかけて、他をどうせ締めなければ気が済まないようになり、また、そのうちに何者かが、前田不死も裏切りして、秀吉と共に重ねせてくる。 などという虚説を、真摯やかに触れ回る者も,も出てきた。こう極端になっては、もう、物頭たちの抑えも効かない。威迫からの言明も、武将に行かせておいたのでは、到底収拾はつくまいと、勝家は、思い極めたものと見える。彼は、ついに、寺門から、馬にまたがって出た。そして、自身、狐塚付近をめぐり、陣の物頭たちへ、口ずからとなった。こなく陣地を離れる者は、かさくなく切れ。 卑劣なる脱走者は、鉄砲で追い打ちにせよ。不説虚言を放ち、味方にして、味方のうちに、四季をくじくがごとき、振る舞いある者は、即座に、突き殺して見せしめとせい。命は、弦、声は春烈を極めた。が、こういう収想の気が生かされるのも、時にこそ、よれでじすでにお粗子の恨みは濃い。すでに、七千のうち、半数以上の脱走者を出し、残る者も,も足がちについていないのである。が、うるに、彼らは、 すでに、事故の総帥に対する信頼を失っていた。ひとたび、下からの、異形なき馬上に置かれては、鬼柴田の号令といえ、ついにうつろな空声に返せざるを得ない。ああ、勝家も終わりよ。打っても、響きのない四季を眺めて、今はいかぬと、彼も悟った。しかし、彼自身の猛うは、反対に、彼に、最後の死に物狂いを誓わせた。夜はしららと明け、まばら人、陣馬の影もまばらだったが、 塚の地と四股の間に対峙していた羽柴軍の第一陣地堀秀政の東の山の兵も今朝になってようやく動くところあらんとしていた勝家の主力がこの方面へ出たのも要するにその優勢な敵第一軍の牽制にあったのだから勝家としてはその目的は達していたと言ってよいしかし堀秀政ともある者がこの用地に代表を要しながら甘んじてその陣地に釘付けにされていたのは秀吉側から見れば 花いかんなりともいえよう。一説には、こういうことも伝えられている。当初、秀政は、直ちに積極的な攻撃を図ったが、その真堀七郎兵衛なる者が、下作です。と、極力監視したというのである。理由は、この半日、敵の動きを見ていますと、勝家から現場の陣へ、九死の往来、幾度か知れませぬ。これは、勝家が、現場に向かい、急速に引き取れと。 矢の催促を成しているものと思われる。その勇めをうなずいて、現場が引き上げるとせば、現場か元の道を変えるわけはなく、出張、この近くで一戦は免れますまい。もしまた、現場が居座って、帰ることなければ、勝家もいたたまれず、必ず来たって、この街道を中心に一月戦と相なりましょう。いずれにせよ、この二とは出ませぬ。故に、今は兵を分けず、一陣一挙の力を固めて、敵が二といずれに出るかを。 見ているべきです。と、うにあった。これが親切か否かとにかく大垣から駆けつけた秀吉の直属が千賀武付近を接見し翌朝へかけて予後西岸を追撃し続けるまで東の山の第一陣地が目と鼻の先に敵勝家の本陣を見ながら何らの見るべき活動を起こしていなかったのは事実である。堀七郎兵衛の鑑識が秀政を肯定させたことも一理由ではあろうがもっと大きな理由としては。 21日の明け方まではなお、柴田正作勝家あり、となす彼の存在が、その陣営の上に、無言の、位というものを敵に作用していたことは、争えない。要するに、勝家の、位が効いていたために、秀政としても、うかつに動きえなかったものである。ここで言う、暗いとはいわゆる異界君位などの、それとは違う。よく閉塞の間に、暗いが効く。暗いが効かない。などと言われる、あの言葉なのである。 基盤の上での戯れによく使われるが、よりは、やはり、閉学上の語だろうと思う。政権の語は、こう率直でない。軍用、人気、性、どうす全て、位の光明けである。棄変も、初はかりごとも、外に位が効かなくては行われえない。外交でも政治でも、これがものを言う範囲は大きい。一つの家でも、家の主にして、ひとたび位を失わんか、我が女房にすら、あげつらわれる。 1一個の亭主においてすらしかり、りの事務指導者の指揮、大臣の慰霊など元を待たない。この朝、堀秀政が、突如、進撃を決してきたのも、敵本陣の空気に、不信を認めたからではあるが、還元すれば、それは、勝家の、暗い、の破れによるとも言えるのである。免受けてる秀政の兵5戦のほかに、麓の街道に駐屯していた小川左平次助忠の一戦も、一つになって、狐塚の正面へ当たった。 先方やりたいの前を、渋滞が、ろばらいの形で、打ち続けながら、しゃくちしゃくち、踏み取っていった。敵も、バチバチ打ってくる。しかし、至って断続的だ。弾の密度も少ない。しかも、外れ弾が多いのである。やり組駆け込め。小川左平次は、そのやり手たちとともに、馬を踊らせて、渋滞の先へ出た。敵はもろい。やりよし。と、見たからである。 堀本隊がそれに遅れているはずはない。小川隊がいまいちの町の焼け跡から迫っていくのを見ながら、堀貴関の各隊は山沿いに突撃し、狐つね塚の直前で、早激戦に入っていた。堀建物、堀拝右衛門、堀道利など、組の下にある人たちが背の差し物を低くかがめて、敵中深くと突き込んでいく姿が、おちこちに認められる。辰野下国、午前9時、経った。時刻で見ると、 五歳の対岸を急進撃してきた秀吉軍が、ちょうど、重山の前田伏の陣前に迫った頃であった。かなたの西方にも、塵煙煙蒙,蒙の大歓声。ここにも、新たに起こる時の声の詩をかくて、余語の湖を抱いて、前和柴勢は、間もなく東西省を結ぶ形を示していた。それに反して、狐塚の軍は、この一衝撃に返しても、全く戦意が盛り返されてこない。前勝の三平陣地、戸賀角陣地。 第二陣地、ほとんどひとたまりもなく押し崩され、中軍の寺院付近は、それらのなすなき将兵や馬の稲垣なななで埋まっていた。おとど、ひとまず、ひとまずここは、浅見にうど道にし、国府上右衛門などである。勝家の大きな体を、鎧の両脇からかい抱くようにして、日頃にも犬ごたんょと、今、そこの山門から、無理やりに、この陣馬の渦の中に連れ出し、口々に、辺りへどなっていた。 早くこれへ馬を引けおかんのお馬はどうしたその間にも勝家は「退きはせぬぞ」「勝家なんとあろうがここは退かぬぞ」「たけるばかり言い募ってさらに自分を離さぬ幕尚たちへ」「汝らは一体何のために核は勝家の通っててるを阻めるのか」「勝家を迎える間になぜ目に見えている敵を支えぬか」と目を怒らしてののしった。 乗馬が寄せられた。金の五兵の厳しい馬印を持った子卒もそばに立った。所詮、ここの支えはなりませぬ。さあるからには、おうちじ,じにも、あたら犬じに。ともあれ、北の省までおうちあって、ご最強をはかりあるなり、その上のご思案もまたござりましょうに。馬鹿な。勝家は、一括、大きく顔を振ったが、左右の人々は、押し上げるように、彼の体を、蔵の上へ移そうと昇進っていた。 それほど、事態は急だったのである。すると、日頃は、ついぞ我から差し出たことのない助介小章頭の免獣章介てるが、つと走り出て、勝家の馬の前にひれ伏していった。お願いです。おとど。その金の五兵のお馬印を、私に、拝領させてくださいまし。馬印を賜りたいと、彼が主君に求めたのは、言うまでもなく、身をもって、後に踏みとまり、大将の身代わりにならんと。 彼から志願して出たことに他ならない。祥助は、その後、何とぞ、とばかり、言葉少なく、ひれ伏したままだった。その姿には、決死とか、必死とか、竹ぶる者も,も見えず、平常、勝家の前で、胡椒を頭として仕えているときの挙手と何の変わりもなかった。何、馬印をくれいとか。馬上の勝家は、地にある祥助の背を、怪しむごとく見据えてしまった。左右の諸将も、 等しい面持ちと瞳を、章介の上に注ぎ合った。皆、意外に打たれたのである。なぜならば、およそ、柴田家の地下州スータなうちでも、免受章介けてるほど、日頃、主の勝家から冷ややかにあしらわれていたしはない。常々、章介の無口も、そのための憂鬱だろうとさえ、言われていたくらいである。彼を、毛嫌いしていた勝家は、直接、誰よりも、よくそれを知っていたであろう。しかるに、 その介が今進んで、お身代わりに、と、馬印を望むではないか。配布ひとたび陣にすさぶや、根領からの味方の浮き足は、見るに堪えないものだった。いち早く武器を捨てて、身一つ大事と脱走し去った卑怯者も少なくない。その中には、勝家が、日頃、厚く目をかけていた恩子の者どもも幾人かあった。それを思い、これを思いきたり、勝家は、とっさの中ではあったが、ふと、まぶたを厚くせずにいられなかった。 勝家は何と思ったか、あぶみのかかとで馬服を蹴り、まぶたにせふりくるもろいものを、我と我がししく思って、追い払うように。何の正介、死なば一緒ぞ。そこ退け、そこ退け。戻り立つ馬の下から、正介は身を裂けたが、彼の手は、その口輪を取って。いざ、そこまで、ご案内つかまつりましょう。と、勝家の意思とは反対に、戦場を後に、柳瀬村の方へ駆け出した。 馬印を守る者も、旗本たちも、勝家の馬を囲んで、一段に急いだ。しかし、時すでに、堀秀政、小川左平次らの先鋒隊は、狐塚を突破し、支えに立つ柴田の少子には目もくれず、彼方へ走る近兵のバレン一つを、各二の時点、一の二の二十にめがけて、彰策はあれよ、春砂。とやりを持った伊賀天の群れが集中していった。勝家を守って、一緒に走っていた武将たちも、 これまで。と、一言の別れを投げては、勝家のそばを離れて、引っ返し、追い来る敵の猛烈な槍と、槍の中に、あえて、屍を横たえた。免許章介も、一度は身を翻して、お客の敵を迎えていたが、再び主人の駒の後を追い、勝家の後ろから、なお叫んでいた。お馬印を、賜りませ。章介に、下しをかれませ。柳瀬の端くれであった。勝家は、瞬間、馬を止めて、 らのの手から生涯の思い出を置き、鬼柴田の名とともに、今日まで陣営に掲げてきた、金箔押しの五兵のバレンを、自身の手に取って、それよ、章介、自中へ、と、言いながら、じゅんと、後ろへ向かって投げた。章介は、身をのめらして、鮮やかに、その意を受けた。章介は歓喜した。一瞬、そのバレンを振り回しつつ、主人勝家の後ろ姿へ。さらば、さらば、おかん。 最後の声を送っていた。勝家も振り向いた。しかし、馬は柳瀬山地へ、駆け続けてゆく。その時、勝家の周りには、わずか十数機しか見えなかった。馬印は、章介の恋により、章介の手へ投げ与えられたものだが、その折、勝家の言葉のうちに、自中へ、という一語もあった。自中へ頼むぞ、という意味であり、章介と共に、七に残る者たちへの。 思いやりもあったに違いない。金平のバレンの下には、たちまち、34名、一塊に集まった。これだけは、正味、名を惜しみ、主家に準じる志のやからだった。ああ、柴田衆といえ、人なきではない。章介は、頼もしき顔を見回して、いざ、心楽しく、最後を飾ろう。と、武者一名にバレンを持たせ、自身真っ先に立って、柳瀬村から、西へ数町。 土地の木山の北尾根へ駆け上がった。ここは、先に、徳山五兵、金森五郎八などが陣していた地点である。四十名を出ない小勢といえ、覚悟を一つに固めて、いざ来いとなると、なお、数千の兵があった狐塚の毛朝方などよりも、はるかに凛たる指揮も示され、すごぎ、敵を平定する害もあった。勝家は山へ寄ったぞ。さては、最後を覚悟し、必死の足場を取ったと見ゆる。迫ってきた堀木か。 小川貴下の武者やからは、さすがに、一応、戒めあった。この頃、同期3歳の木下半右衛門の手勢500も、この追撃に合致。勝家の首は我が手に。と、先を争って、土地の木山へ分け上ってきた。山上に輝く一騎の金色しるべと、34名の決死の死は、そのまま、鳴りを潜めていたが、麓からの道あるを問わず、道なきどころを問わず、それをめがけて、争い上る屈強な者の,の数は、刻々。 姿を増すばかりである。まだ、水杯月をかわすぐらいないとまはある。山の上では、免受章介をはじめ、三十四名が、このわずかな一国を、岩間に敵敵と称えられた清水をきくみ分けて、涼やかに、最後の心支度をしていた。その時き、介は、ふと、自分と共にある兄の重左衛門と、弟の勝兵衛を見て、兄上は、ここを落ちて、郷里へお帰りください。三人の兄弟が、 3人までも討ち死にを遂げては、亀井が耐え、また、留守をしていらっしゃる母上の老後を見てあげる者がいなくなります。兄上は、家を継ぐべきお方でもありますから、どうかここは。すると、重左衛門は、弟2人は、敵に打たせて、兄が、今帰りましたと、母上にお顔が合わせられるか。わしは残る。かつ表へ、そちがいい、その方はされ。嫌です。なぜ、嫌か。こんなとき。 生きて帰ってくれたからというて、それを喜ぶような母上ではありません亡き父上も、今日こそ、草葉の陰で、我ら兄弟を見ておられましょう。今日越前へ向かって歩く足は私も持っていません。免受ジュ・ショケ・テル。元尾張国春日井軍の人なり、十二歳にして勝家に捕かまつえ、あと、小獣頭となる。昇進圧、学をおさむし、古風をこうみ、母にこうあり、攻略。 大見告知志役の土地谷の上に著者官川田月清は彼の吉魂を弔ってその生い立ちをこう記している。早くに父をない母の手に育てられた免ン兄弟の親思いはそれによるまでもなく、藩内でもみな人の知るところであった。その兄弟が兄弟三人とも主家の馬印の下に踏みとどまって勝家の気球を救い、部門の名に準じたのを見れば平常、その家の活性や母なる人のしつけぶりもさこそとうかがわれる。 とにかく、兄・重左衛門も、弟の勝兵衛も、章介・ケテルが残れからにはと、一魂の使命、兵として掲げたる馬印の、金すだれ・明風の舌を、去る気色もない。さらば共に。と、章介も、今は、兄へも弟へも、家境へ帰りたまえとは進めなかった。そして、岩清水一菊の、水杯月を組み合うて、清涼の木、胸を通るとき、兄弟三人が、等しく、家境の母へ向かって。余生。 おましまし,しましょうが、世間に肩身のお狭いような死にざまはいたしませぬ。それのみを、せめてと、一人お慰めくださいませ。と、心に念じたことを察するにかくない。敵は、はや、声の聞こえるところまで、四方から、近々と迫っている。勝兵衛、バレンを守れ。庄介は、弟へ言いながら、顔へ、綿棒、を当てた。勝家なりと名乗って、すぐ、敵に面を知られないためである。 6発、耳近くから、銃弾が飛んできた。それをきっかけに、34名、一斉に、身を伏せ、起こすやいな、八万昇乱。唱え合わせて、敵へ当たった。およそ十二、三名一組ずつ、三手に分かれて、敵を目の下に、切って出たのである。あいぎ登ってきた方は、到底、この決死の行走の前には立ちえなかった。真っ向に、立ちを浴び、胸痛え、槍を食い、早くも、 至るところに、無ごたる犠牲を、出してしまった。死を急ぐな、面々。庄介は、一探査と、柵の間へ退いた。彼のいるところに、金平の馬印は沿い、馬印の行くところに、味方は駆け集まる。五子の玉久派一見二所数だ。しかも、この個性、散っては弱まる。進むも退くも、馬連の下を離れぬように。見ましめて、また飛び出した。切って切って切りまくり。 ついてついてつきまくり、風のごとく、類の間へ引く。各戦うこと6、7回。寄せては、すでに、200以上の死者を出した。日は、列列、中天に、五国の地下機を思わせ、鎧兜の鮮血も、たちまち乾いて、漆の羽のような黒光を見せている。バレンの下にも、今は10人ほどしか残っていない。ランナンたるお互いの目は、相見て、相見えぬ目指しだった。小手、乱発、膝頭。 満足な腰を持つ者は一人もない。と、その時あ、一志、章介の肩に立った。木陰に弓をつがいて、章介をいた者は、小川左平次の家来、大塚彦兵衛だった。ち、と、章介は、小手に流れる鮮血を見ながら、肩に立ったその矢を、若手で引き抜いた。そして、矢の来た方をきっと振り向いた。ざざざと彼方の笹村を、イノシシの分けてくるように、兜の鉢金だけが、 笹波の中に、いくつとなく、近づいてくる。のう。これまでではないか。章介は、なお、残るわずかな戦友へ、こう静かに言うだけの余裕を持っていた。戦い去り戦い来たり、思いの越すところはない。面々も、良い敵を選んで、華やかに名を遂げたまえ。まず、章介より、ご名代の討ち死にを遂げん。卑しくも、ご馬印を服せず、高々と持ち、まん丸となって、続かれい。 決死一団の血まみれ武者は、馬印を押し立てて、笹波の中の敵へ向かって進んできた。この手に近づいてきた敵は、敵の中でも、各二の時点一の二の二十に帰するところある一角の模さばかりらしい。聞くともせず、反対に、槍に近いを示してきた。章介は、それへ向かって、その鋭気をくじくような音声で言った。水産ぞ造人ども、柴田修理両将家の身に、ナンれらの槍が立とうや。 鬼柴田の名は肌には持たぬぞ。我に立ち向かわんほどの者は、小川とさ、左平次助忠柿下美さか。さもなくば、堀秀政自ら参れ、あしらかとも疑われる小助の姿だった。事実、彼の前に立ち得るものなく、目前に、数名は突き伏せられた。この勇猛を見、また、馬印を死守する面々の奮闘に遭い、さすが自負して近づいた寄せての猛者も、包囲を割って、二町り、ふり、麓へかけて、わっと道を開いた。 勝家自身、往来なすぞ。畜生あらば、一揆かけ、これへ出会いや。猿面牢、出よ。章介は、酒次へ出た。そこでも、鎧武者一名、突き殺した。が、兄重左衛門は、そこまでの間に、早や撃たれ、弟商兵衛も、たちの敵と切り結び、相打ちとなって、近くの岩の根に倒れた。そのそばに、金の護兵の馬印も、真っ赤になって、打ち捨てられていた。 坂上から、坂下から、千と正助の身一つに詰め寄れ無数の槍は、その馬印と、勝家なりと信ずる彼の首とを、掛物のように。我こそ縁。と、競い合った。ほとんど、乱槍の城の下、免受正助は討ち死にした。さすがは、鬼柴だよ。と、敵の名だたる武者やからをしてさえ、肌に泡を正ぜしめたほど、最後の戦いは、勇猛無比であったという。誰かしろう。日頃は、無口で、 おとなしく、人一倍高額恩がなるために、かえって、勝家や森政などからも、あまり好かれなかった白面二十五歳の若武者が、その綿棒の下に、純なる面を包んでいようとは、柴田勝家を撃ったり、金吾兵の馬印、この手に、ぶんぬったり、口々の名乗り声、外貨の諸声、前山を揺るがして、しばしなりもやまなかった。この時まだ、橋場方では、その支給が、柴田勝家ではなく、 身代わりに立った免受賞助であったことを知らなかったので、勝家を打ったり、北の将の支給をあげたぞ。と、どう揺らめきたち、それと共に、敵の馬印、金護兵も、奪った奪った、と揉み合うばかり勘固してやまなかったが、ここで困る問題は、免受賞助の首をあげたものは誰か馬印は、誰の手に勝ち取ったものか諸々すべて、異説ふん,ふんで、一向わからないことである。ここの主力。 堀秀政貴下の功を記した記録によれば、秀政の死、堀半右衛門、勝家がば上りの護兵を取り、首につを得たり、秀政これを秀吉に奉じ、半右衛門に黄金一枚、刀一腰玉もの張る。また、首に覆の章として、金銭三枚を下さる。半右衛門、二銭を、頂戴して一銭を返上す、近代書士電略。また、別所の寛永府には、堀賢物直政、柴田寅戸戸戦の時、 十文字を持て柴田が金の御兵の馬符を脱し取る。この字、小塚東右衛門、長瀬せかかり、直政にしゅうる。直政御兵を射て、東右衛門を組伏せ、首を取る。と、あって一致していない。しかし、この堀剣持は、その頃また者、売身で名高きは、京武、剣持、松井佐渡と世間に歌われたほどの豪の者のであったことは確かであり、また、柴田の行雄小塚東右衛門を追ったことは、他所にも見えるから、 その一時は、ほぼ確実と見て間違いあるまい。けれど、免受章介の首を上げたと、自ら名乗っていたものは非常に多かったと見え、横合戦覚書には、木下、名乗り理科か,か名乗りかか、章介が首を突て、筑前森蛇剣山にいる。るいなきと浮き始めと、諸人猿愛り。と見えるのもあるし、また、一書には、小川左平次助忠のうちのものこれを打つとも記されている。同様に、馬印の方も、誰かれ一致せず、 ガモヒダの神の兵士長原孫右衛門がいたという説もありなお一説には稲葉八兵衛伊沢吉助古田八左衛門古田香助4人修理で辛くも取ったという伝えなどもあって全くどれをこれとしどれを人すべきかよるところに苦しむ結局わからないというのが事実でありその場にいてそこに戦っていた人々もまたわからなかったというのが真の真相であろうそれほど免受けてるが勝家と名乗って 馬印の下に成した最後の決戦は、激しい瞬間であったに違いない。肉傷う飛びかい、壁地層をめる。清掃日なき乱軍であったことを、称するものであるとも言えよう。この時刻、一方の秀吉は、すでに狐塚付近まで入っていた。この前に、前田不死の陣は、重山から旗を返して、遠く聞きたし、佐久間の暫兵も、一応踏みとどまって、降戦を試みたが、支ええべくもなく、再び、壊滅されていた。 はし主力は、こうして、もはや外周一色に値するほどの敵にも合わず、秀吉を囲む騎馬一団の幕僚と、前後、おびただしい軍列は、指物、馬印を日にしおきながら、延々、北進を続けて、重山から父室村をへ、国安、天神前を通って、今市の北、狐塚と土地の木山との間にあたる街道へ、続々あふれ出てきたのである。茂山からこの辺まで、約二里ほどの距離だった。当日の天候は、洗濯にも、 4月21日、辰つの下国のことなるに、一点曇りなく、照りに照りたる皿なれば、出おいとも、日に照りつけられ、糸くしがりけり。とある通り、初夏とはいえ、お香暴れの後で、気象一変し、急激に暑くなって、炎美少苦養な日であったと思われる。従って、大垣出発以来、賭け通し、戦い通しで一睡もしていない少子の疲労も、優しいものではなかったろう。焼け切った甲冑の重さもさることながら、 それに包まれている五体の汗線から流れるものは汗という程度の雫ではない。どの顔もどの顔も釈道色に燃えていた。こうなると、満身の血痕も泥のしぶきも、その人々の意識には何の関わりもないものになっている。ただ、非常な空腹にある様子がうかがわれ、早く、いっぱいの水を飲み、土の上でも草の中にでもごろりと一睡したいような色が兵全体にうかがわれた。長都の兵、無理もない。実に秀吉としても、 無理を承知であったろう。ただ、敵に大きな巨あるが、ために、あえて取った強行戦法だった。もし、この長途一騎の牢に対し、勝家が、また前田不氏が、一体に結束し、いつをもって、これを迎え撃つなら、八九橋場の精鋭といえ、ついにこの辺りで、差し物力もつき、断言の恨み、一挙に、勝敗の地を変えて、無たる敗退を強いられたかもしれないのである。が、前田はすでに問題外だし、 勝家の狐塚本人も、いかに、現場誠の大きな祖母があったといえ、あまりに崩しるるに急だった。昨夜から今朝までの間に、総水勝家に、何らの対策がなかったことは、すでにこの日をもって、柴田は、滅ぶものとなっていた、運命というほかない。この日、千ヶ岳、余後、狐塚付近の参戦場に渡って、柴田軍の戦死者は、五千四人という多数であった。もちろん、このおびただしい犠牲は、 決して一方だけのものではない。秀吉の側にも無数の死傷者を出したことは明らかだ。しかし、羽柴軍の法のは、記録的に、明確な数字が残されていないのである。その負傷者について、一話が伝えられている。秀吉が、重山から方向を転じ、狐塚方面へ進軍してくると、みちみち、乱軍の後、無数の手追いが、炎熱の地上にうめいているのを見た。痛ましや、苦しかろ。秀吉らしく。 そこで、彼は、先を急がれる,る駒を止めて、付近の山を見回していた。山の手の遠方こちらには、里の者が線に追われて、運河のように群がっていた。秀吉は、黒くは、公平の組頭を読んで、傘を、ひぎ、みのなど携えている村人の老養男女があれに見える。後に、褒美を使わすゆえ、渡せと申して、傘やみのをある限り集めてこい。と言いつけた。そして、やがて、 黒くわの兵が集めてきたそれを手負いの一人一人に覆い着せてやるのを見届け、初めて、よし、よし、と気が済んだような顔をして、進軍を続けていったというのである。非科書将がようやく疲れを思い、空腹を覚え出していたとき、彼は、なお、人心の集団を忘れず、戦後に資料を巡らしていたと、この一字を説くものもあるが、さてどうであろうか。秀吉の身長は、負傷者の苦痛を、いかに急場といえ、 路傍に見ていけなかったただ、それだけの盆上であったと見た方が、日頃の彼の性格に近いと思う。ともあれ、秀吉主力の古代進撃軍と、堀秀正以下の小東留水軍とは、柳瀬山地に入る北国街道の路上で、完全な連携を見、同時に、勝家、内地に、勝家以下の重なる武将も、荒まし切り地にお吸い具。との懸念もあって、ここでも、一時、万来に似た歓喜を発したのであった。しかし、 戦士は、誤報である義が、すぐ訂正された。勝家の威わくにあり、越軍の名だたる武将のうちの、国府上右衛門、吉田渡相、大田倉之助、小林図書、松村友十郎、麻光島森入道道にし、神保若狭、藤八郎右衛門などが、狐塚から柳瀬の戸土に渡る路上で、相次いで倒れ、その支給を、堀隊、小川隊、黒田隊、東道隊などの橋端の有志の手に勝ち取られたことは、格法に違いなかったが、 誤報については特に、大将勝家と見えたるは、偽首にて、北の将の古将頭、免寿将助の身代わりに立てる者にてそろと、秀吉の前に堀久太郎秀政自身、釈明に来た。秀吉は、その首を見た。綿棒は立つられている。勝家とは、似せても似つかぬ白石民眉の若者の子宮である。主の馬印を恋受け、勝家なりと名乗って死んだか。涼やかな死に顔よの。 秀吉はボケと見入っていた。子宮の若い唇は紫色を呈していたが、白い花見を少し見せくん、君足らずと家臣、神たりのぎを貫いた本会を自ら微笑んでいるようだった。免受章介家テルの名は、よほど、秀吉の脳裏に感銘を与えたものと見え、あと、彼が越前に軍を進めて、その平定を見た日、章介の母と免受家の遠類を訪ねさせ、それに、丁重な慰問を送り、かつ、不要の役を与えたということである。 彼の戦火行政は、いや自然に振る舞うことごとは、常に常義本位の聖堂になっていた。もとより、政策の軌道は、理念を基調とはしているが、票を割れるところは、一人でに、彼の性格を加えて、情念を主張としまった、ものに、道義をたいとし、道義をもって、法治懲罰の間とする、戦火行政をおのずからしくのであった。これも、数日後のことだが、佐久間源馬誠の生取られたときにも、そうした姿勢の一例が見られる。 現場誠は、二十二日の夜、自身の事業所たる越前の山中で、百姓たちの手で捕らわれ、秀吉の陣所に引かれてきたのであるが、その際、秀吉は、規則のものをもって、こう言わせた。現場池取りに手助け歌者どもえは、そのことごとくへ褒美あるであろう。老若男女に限らず、祖人の百姓は、明日、一緒にまかり出るがよい。次の日、我も我もと、一軍になってまかり並んだ。また、我を取らずと、 その功を述べ立てた。秀吉は百姓に告げた。敗れたりといえ、昨日まで領主と仰いでいた地頭を絡め取り、信仰の敵軍へ渡すのみか、百姓の功を怠り、理のためこれへ出て、功を争い述べるなど、野人の占拠といえ、心情に組むべしじゃ。すでに民の本性を見失うたどはい、ことごとく首をはねい。こういうのである。百姓たちは号泣したが、失咤して、それをにらみ据え、ついに、 許すと言わなかったという。民に道義を立てるには、示すに、定義の政治をもってせねばならぬ。定義を、法に持つためには、恩情美少主義のみが、決して策を得たものではない。時に、春烈無常にも似るげんかの檀なもまた下さねばなるまい。途上一別。勝家は身をもって逃れたが、勝家の右翼であった全軍は、完全に壊滅し、無惨死去った。柳瀬付近には、今朝までの金吾兵の馬印に変わり、 秀吉の戦久子の馬印が望まれる。異色のあるそれが、今日は、特に烈実に輝いて、何か、人知人力を超えたものの、標識のように人々の目を射る。また、その辺りから、一帯の街道平野、ラクへかけて、幾何諸行の反旗や、各隊のつわものの指物が、かすむばかり移臭して、冤然戦勝式かのごとき生還を呈した。橋場小一郎秀長の兵団が最も大きく、庭、蜂八賀、八谷、 堀九太郎、高山右近、桑山修理、黒田官兵衛富士、木村隼という、藤堂四右衛門、小川左平次、加藤光康などの全体など見渡すにも目に余るほどな群馬だった。カテリ、誰レカテリ、この運河が波打っている光ようはそれだった。一平の姿も、その歓喜の一派だった。馬の汗に輝き見えるのもその光だった。事実、この日において。 決決するものは早決死だと言ってよい秀吉対勝家の相互全力を挙げて天下の奇数を落とした一戦はここに勝敗を明らかにし再びこの形が覆る余地も奇跡もあり得ない山県湖佐は城司、類斎平野など佐しも広範な天地に雄大な構想を天地、夫人の退治久しかったこの大会戦もその念入りな仕切りの割に最後の帰結に入った血風土の死に物狂いの戦いは誠に短いものだった また、あっけないほど、一方的な突進猛撃に接見されていた。後に、歴史として見れば、当然核あり、核棄するものだった。和ん幾多の文ミが、先に、無数の国土と地をもって、明らかに示しておいた攻防の公式通りなものでしかなかった。そうわかるのである。しかし、勝家の真実にしてみれば、到底、そんな単純には片付けられまい。なおさらのこと。 定まれる法則の逆を踏んで入ったものなどとは敗れてもうなずくまい。また、秀吉にしてさえも、各一気に隔てるとは予期していなかったに違いない。大垣を発する時の、我がすでに勝てり、の一声と、あのかゆうま一鞭は、勝てるという安女な気持ちからは出るものではない。すでに、勝家との、空うか食われるかを予期して出た、市中生あり、生中をなしの大号令を、単なる量でなく、自身の姿をもって、全軍に振るわしめたものである。 彼が、すでに、この合戦に、勝たねばしのみ、と思い決めていたに違いないことは、資産欠がを現出した千賀武の乱軍中も、終始、人頭に立って、20歳代、30歳代の若者たちにも劣らず、各で敵の背を押せや、と、恋を枯らし続けていたあの元気さでも、十分に想像がつく。勝てば、直ちに、明日からは、天下人とも言われる約束を持つ彼が、もし、この間に、毛ほどでも、 後の世や一心の蠅を思っていたら、決して、こんな赤裸一挙の勝負を果たし得るものではない。がは旧大。さて、その秀吉の勢力とせり適神は、まだまだ、こんなところにちまって、外貨に酔っているものではなかった。時に、21日の正午。一応、全軍は、兵糧を取った。帰り見ると、千ヶ岳で除染に入ったのが、今行の午前4時。あれから約8時間ぶっ通しの戦闘であったのである。 兵糧が済むと、全軍はまた、すぐ、北進の命を受けていた。柳瀬、椿坂、大黒屋と、延々の兵馬は、諸に入る儀を忍ばせた。国境の土地の木峠に架か,かると、西に、裏日本鶴賀の海が早望まれ、北方越前の山谷は、開けて、馬亭の下にあった。すでに日は傾き、晴れめく天地の物見が、虹色の母色に燃えていた。秀吉の顔にも、茜が染められた。大垣以来、 一睡もしていない顔とも見えぬ。おそらく、彼は人間に眠るという時間のあることを忘れているのであろう。進めと進めと、中馬ロウとは言わない。夜は短く、日は長い盛りである。日いっぱいに、越前今城に宿営した。戦闘部隊は、なお行軍を続け、夜のうちに、里与の先、脇本まで進出すべしと命ずられ、後方部隊は、中軍から、ほぼ、同距離の板取りに、中まったから、守備およそ4。 五里に渡る野営人であった山ほどトギスの泣きぬくも知らず、秀吉は定めしかいムに入ったことであろう。明日は府中の城下にかかるが、さしずめ、前田の人挨拶、どう出るか、どう受けるか眠りに入る前、当然、この宿題は彼の脳裏にあったに違いない。が、茂山大人の態度に見ても、都市への移住はある程度、ほのめかされているとも言えるし、それを、 前途の障害として取り越し苦労に病んでいる秀吉でもなかった。昼帰って、その前田敏家は、どうしていたかというに。利家は、同日の昼頃には、早この辺を通過し、日もまだ高いうちに、ひそく年中の居城府中に、全軍を引き上げていた。おつつがもなく。と、夫人は出迎え、両人は、帰った。とのみ、移中のことは、限界に置いていた。手負いも出た。城中に入れて、 それぞれ熱く見てたまわれ。わしの世話は後でよい。年家は式台を踏もうとしなかった。わらじも脱がず、武装も解かない。そして、大玄関の前に立たんだ。古将たちも、静粛に立ち並び、何かを厳かに松風であった。やがて、大手門から、これへ、幾組も幾組も、武者の群れが静かに進んできた。盾の上に寝かした戦死者の屍を守ってくるのだった。甲冑の死骸の上には、その武士の、 れれあある物が載せられてあっ十いく個の盾と差し物が城内自物堂へ迎え入れられた。次には、戦勝者が追われたり、肩に助けられたりして、別の車に入った。この情景で見ると、茂山退陣の際に、前田軍が払った犠牲は、戦死中数名、戦勝三十七、八名であったことがわかる。柴田、佐久間の日ではない。けれど、敏家夫妻が、この少数な犠牲者に対する、令和定調を極めた。 従来の場合と違い、霊以上な、わびる気持ちすらあるやに見えた。地物堂に鐘が鳴り、日も、夕月頃ごろ、城内、城中には水煙が立ちこめた。兵糧を取れと霊せられたのだ。しかし、軍隊はなお解かれない。少子は、戦場にあるままのせいで、各配置につき、城壁を固めていた。北の商店が、ただいま、五条門へ見えられました。大手の万平から、奥へ、こう。 大声で伝令があった。勝家がここへ立ち寄ったというものらしい。何小作戸の勝家が縄文へ見えられたとか。折伏、櫓にあった利家は、大手からの知らせを聞いて、無然とつぶやいた。意外ならぬ様子でもあるが、また、早くも、落ちるどとなったその人を目に描いて、会うに忍びない風でもある。陳死していたが、お迎えに出よう。子息な長と、居合わず幕尚四、5を伴って、歩みかけた。 父上、矢倉の折口で、年長が言った。お迎えには、私一名が先へ橋狭いって、お玄関までご案内つかまつりましょう。お父上には、そこでお待ち受けあっては、お、そうしようか、そういたしましょう。矢倉はしごは、急で足元も暗く、三層も階を重ねている。年長は、ととととと,と先へ駆け下りていった。後から降りていく年永の足は、ほほ。 物を思いいつつ運んでいるようだった。最後の階段を下り、銅のような太柱が幾本となく暗闇に立っている武者たまりの炎へ来た時である。小充のうちの村井又兵衛長寄りが、つと、年家の後にすり寄って、との、と、たもとを引くようにささやいた。目だけで、何かと長寄りの顔を見た。長寄りは、さらに、主の耳へ音がいを近づけて、折も折り、これへ。 北の殿のお立ち寄りあるは、また、亡き幸せ、打ち止めて、その支給を筑前殿へお送りあらば、後藤家と橋場家とのおなも、難なくご和解を見られましょうに。と、剣下に、検索した。すると、利家は、に庭に、又兵衛長寄りの胸板を、どんと押し叩いて、黙りおろう。と、恐ろしい声で叱った。長寄りは、よろよろと、後ろの板壁まで行って、辛くも尻餅を免れた。 真っ青な顔をして、立ち直すことも、下に刺すことも忘れていた。それをねめ据えながら、利家は、なお余分の冷めぬような動きで言った。ひぎ、卑劣、口にするも恥ずべき横島はかりごとを、主の耳にささやくなど、沙汰の限りなやつ。死にして指導を知らざるやつめが。誰か、門を叩く九将の首を打って、自家の経営に利せんとするものぞ。まして、いかがあろうと、勝家と利家とは、他年老人の人。 たわけを言うも、ことにこそよれ。つつしめ。古く影を後に置いて、利家は、そのまま勝家を迎えるため、玄関へ出て行った。佇たずんでいるほどの間もなく、勝家は、馬上のまま通ってきた。切り寄った槍の湯を片手に持ち、負傷している様子はないが、万面いや満身、清掃の気にまみれている。その馬の口輪は、向かいに走った子息敏中が握って、親切に自ら案内してきたのである。友の八木は、 注文外に残してきたと見え、これは勝家一揆だった。ご子息、恐縮恐縮。せじよく、馬から降りて、そこで、敏家の顔を見ると、まず自重するように、こう大声で言った。負けたわ、負けたわ。無念ながら覚のご年じゃ。思いのほか元気であるのだ。いや、そう見せている勝家なのかもしれないが、とにかく見ぬ前に、敏家が想像していたよりは、はるかに雷落な風である。まずまず、さ そのまま、そのまま。年家は、この廃墟を迎えるに、日頃以上、年頃だった。ひ息の年長も、父に劣らぬ誠意を持って、この落ちうどの血に染めれたわらちの片方を解いてやりなどする。やれやれ。我が家に帰ったような心地だわ。かかる時の人の恩情が、滅失の淵にある人に、真実の感動を与え、他を恨む心や才気を捨てさせ、なお、世に光を思わせる、唯一の救いであるは言うまでもない。よほど菌叱ったと見え。 勝家は、本丸に通ってからも、不死の無事を祝して、この度の破れは、すべて、これ、わしの落ち度にほかならぬ。ご返にも、類を煩わしたが、許されい。と、率直に詫び。ともあれ、北の将まで落ち行いて、心おきなく始末、きれいに、所存を遂げたいと思う。この上のご存作者が、湯漬けを、一晩、地層して賜るまいか。さしもの鬼が、ふつしばたとなったような言葉である。 年家も涙なきを得なかった。子息をして、すぐ、お湯漬けを持て。言うまでもない、一婚、何はなくとも共に。と支度を急がせ、さて、慰める言葉もなかったが、よく言われることですが、勝敗は陛下の常。今日のご無念は万々を察しされるものの、大きく、宇宙の輪廻から見れば、そもそも、勝もおごれば滅ぶ日の一歩、入るるも徹すれば勝つ日の一歩。攻防のルテン。 一丁の引きの通りではありませぬ。などと立ちなく語りかけると、勝家は、はや、年への言わんとするところを悟って、さればよ、欲しいのは、旧つるなき、受点の移りなき、なのみではある、が、また、左らん、休んじて送りあれ。決定はつけておるで。そういうのも、至極自然であって、日頃の勝家と違い、今は、全く、承知迷っている風もない。調子が来ると、心よく一根組。 おそらくこれが分かれであろうと、年家節にも酌し、さて、年家の給仕で、さらさらと、湯漬けを一晩食べ終わると、生涯の地層、今日の湯漬けに敷くものはなかった。異界造作をかけた。忘れはおかぬ。と、そうこう、糸間乞いを告げて、元の玄関へと歩いた。年家は、外まで送って出て、勝家の乗馬のひどく疲れているのを見。馬屋から、わしの足毛を引いてこい。と、胡椒に言いつけ。 自身の相場を持って、勝家に進めた上再び年長に口輪を取らせて、毎日あってはならぬ。場外の町や橋くれまで、そうしてお見送り申せ。と、命じた。そして、なお、馬上の人へ、北の将へお入りあるまでは、ここの防ぎを気遣いなく。と、特に告げた。勝家は、一度去りかけたが、ふと何か思い出したように、また駒を戻して、年家のそばへ寄った。相別れて、 一度去りかけながら、また別れを告げ直しに戻ってきた勝家の意は、こうであった。また左殿。ご変と畜生とは、若年からの、になき別婚。戦いかくなるからは、この小作に、義理遠慮は早入りもおさぬ。ご分別よろしくあれや。彼のこの言葉は、年家に対する、最後のものとして、彼の最大な行為と、今日までの感謝を表したものに違いない。馬上の顔は、偽りなく、それを表彰していた。 利家は、恐れいる。と、その心に向かって、心から辞ぎをした。縄文を出る勝家の影を、夕日の赤さは、特に濃く浮かせてゆく。馬上の友8期、細卒十数名という、微々たる残軍の列は、こうして北の省へ落ちていった。年長は、父の言いつけなので、勝家の馬の口輪を取って従い、勝家が幾度か、もうよい。お帰りあれ。と、気の毒がって言うにもかかわらず。 万一の変を思って、府中の町や端くれまで、送ってきた。途中、勝家は、城下町の新屋敷など見て、ここも、おもとの知性で、見違えるばかり繁盛になってきたの。軍も難しい、領地の難しさは、格別、父上にお習いなされよ。勝家にお習いあるな。と、さりげない馬上からのよもやま話を仕掛けたり、折々、戯れを言って、年長を笑わせたりしていった。城下端くれまで来たので、 年長は、口輪を今日のものに譲り、ごきげんよう。では、ここにて。と、別れて帰った。父は、勝家の去った本丸の一室に、サビとして、一人座っていた。ご無事に、お送り申し上げて、戻りました。そうか。とのみであった。考え何を思うか、年家は、なお目前たる姿だった。二十一日の府中城は、こうしてくれかけていた。時に、 秀吉の橋場軍は、すでに、土地の木峠の国境を続々越え、この府中と一路つながる、板取、孫谷、落合などへ、心身と近づきつつあったことは、まだここには分かっていなかった。父上、職をお持ちしましょうか。いや、ここにはいらぬ。今宵は矢倉におらねばならぬ。措置も、大手の守りについて、しかと怠るな。とかく疲れておる少子じゃ。措置の緩みはみんなのたるみなるぞ。はい、では、 わしもやぐらに立とう。ともに、そこを出た。その時であった。やぐら下の暗いほで、アホ、アホ、不意に、井戸の底でするような声が、ガンガン響いた。いけない、いけない、話すものか。いや、話さぬ。こんなところで、犬死にしようとするようなアホ、ま毎一度、頭から叱られるがいい。さあ、おじ、神の前へ来い。必死の声を絞っているようでもあり、また、どこか。 な調子にも聞こえないではない。誰じゃ、あの叫びは。敏家が聞き耳立てると、敏長はすぐ答えた。敬次郎です。刑事に違いございませぬ。声、物音のほうへ、敏家は歩いていった。櫓下の武者たまりに通ずる真っ暗な歩道であった。瞳を凝らすと、おいの敬次郎が、一人の武者をらしていた。さあ、来い。来いってば。無性に、その腕首を引っ張っているらしいのである。 武者が本気で争うならば、まだなりの小さい、14歳の慶次郎の手を払うがごときは、何の造作でもあるまいが、主人の老いというところに、低頭平心、なすままになりながら、ただ、その無下な意思だけを拒み抜いているのである。慶次郎ではないか、何を喚めいておる。あ、おじご。良いところへお越しくださいました。誰だ。措置が捉えておる者は。またべえです。何、長寄りじゃと。 さっき、おじさまが、やぐらはしごの下で、かんかんにお叱りになった又兵衛長頼です。おじさま、もう一遍叱ってやってください。又兵衛は、大馬鹿者ですから。そちこそ、わらべのくせに、何を言う。長頼があれから、どうかしたというのか。そこで、腹を切ろうとしたんです。踏む。そして、止めました。わたくしが、なぜ止めた。立って、慶次郎は、 花の穴をすんと上へ向けた。そして、おじの湯をほぐしかねるといった顔つきでこうべんした。侍のくせに、犬死にするなんて、もったいないじゃありませんか。腹も切りどころがあるでしょう。主君にお小言を言われ、面目ないからといって、いちいち腹を切っていたら、この慶次郎なんか、毎日、腹を切っていなければなりません。はは、は <laughs> 刑事がまた、おかしなことを申しおります。父の後ろにいた年長は、これを機に、 長よりの詫びがかなばと、前へ出て、わざと、父の話を横から取った。刑事よ。そなたは、どうしてここにいたのか。さっきから、隠れて、隠れて。又兵衛がおじさまに叱られたとき、これは、きっと腹を切るぞと思ったから、あの柱の陰に行って、一人でそっと見ていたんです。ははは。いたずらもするが、賢いやつ。父上、刑事までが、こう案じておりまする。 長寄りの最善の失言は、どうぞ許してあげてくださいませ。刑事も一緒になって、長寄りのためにわびた。おじさまのもとへ引っ張って行って、もう一度、叱っていただこうと思ったのです。又兵衛を堪忍してあげてください。敏家は、目前としたまま、許すとも許さぬとも言わなかった。が、やがて、又兵衛長寄りへ、直接こう言った。長寄り、恨むなよ。わしを。又兵衛は、意外に撃たれて。 床に額をすりつけ、おえつに似た声で叫んだ。な、何を仰せられます。残機に耐えませぬ。ただ、死を仰せつけられませ。主君を思えばこそ言う措置の言だ。何の、悪しく聞こう。が、善意の権限も、時により主家を危うすることもある。かつは、4人の示しにも叱ったことじゃ。いつまで根にもたいでもよい。忘れろ、忘れろ。村井長よりは、寒類に濡れまみれた面を、 いいいつまでもあげえないでいた慶次郎は彼が許されたと見るとすぐどこかへ飛んでいってしまった。寸地といえども時を無駄なく遊びはねている少年だった。もう14歳にもなるので初陣にも連れて出ていい頃であるが、利家は兄の子という預かり者に万一があってはと思うのか、または人一倍さえ弾けたところのある老いの素質を見て時を選んでいるのかやかましいことも言わずほとんど鼻違いの小鳥のように。 天性に任せていた。その慶次郎はたちまちやぐらの上へ駆け上っていたと見えああ見える見える何か大声を放っていたが再び駆け下りてくるとしきりに利家不死の姿を探している風だった利家は利が長長頼を連れて皇帝の幕者へ向かって歩いていた王子敵が見えますよ敵が慶次郎は追いついて少年らしい興奮を見せた 暴浪へ登って、東の方を見ると、北陸街道に沿う脇本の辺りに、橋場方の一軍が、早世紀を表してきた、と告げるのであった。そのことは、今、物見やの者から、すぐ連絡があったので、利家は、彼に聞くまでもなく知っていた。しかし、その一軍が、秀吉自身の先駆してきたものか、他の武将の先方体化については、まだ証拠はない。刑事、うるさいぞ。黙って歩いて行く父に代わって、 年長が、にらむような目を見せた。だが、いとこの年長では、この少年に、何の効き目もないのみか、かえって、慶次郎の良い相手にされるばかりだった。孫四郎、年が様。合戦は、今夜始まりそうですか。いつでも、いつでも、王子はわしを連れて行ってくださらないけれど、ここで戦が始まれば、お許しがなくたって、今度は、慶次郎も戦に加われる。わしは、孫四郎様にだって、負けないぞ。 うるさいと申すに、そちは、西の丸の、母上の方へ行っておれ。女の中へなんか、嫌なこった。せんだというのに、これ、さなぬか。としは、振り向いて、孫四郎、ほおっとけほおっとけ。慶次郎は、手をたたき、苦笑するいとこを生やした。と思うと、大場の端くれまで走って、そこから脇元方面を望み、敵のかがりに赤く染められている夜空へ、丸い目を凝らしていた。 大手をかけてくるに、三があった。物見組の者らしく、すぐ、弔門の内へ隠れ、やがて、年家の入れ爆車へ姿を隠した。昇法は、物頭たちの口々から、すぐ、全城の者に知れ渡った。今宵、脇本に栄した敵は、堀秀政の先鋒で、秀吉は、後方の今城に祝陣したらしい。何分、長と一気にシックしてきた部屋だから、すぐに、このお城に重ねせてくる恐れは、万々ないが。 何をやるか知れぬ橋場勢のこと。明け方は警戒を要する。府中城の少子は、先に、村井又兵衛長頼が、痛く叱責された噂を耳にしているので、それをもって、年への心を押し、秀吉を寄せつけて、ここに、工房一挙の勝敗を果たさんものとみ免れがたき籠城戦を、皆心に覚悟していた。よき家、よき妻。一夜を、いや、ほんの半夜を、今城に飼い眠した秀吉は、翌22日には、 早くも栄養立って、脇本まで馬を進めていた。堀秀政が出迎えた。馬印をもすぐ受けて、そこに立てた。総水のあるを示して、この先方隊の位置が、即、中軍となったことをあらわすのであった。昨夜中、府中城の動きは、どうあったか。秀吉の問いに、別条もございませぬ。と、秀政は答え。しかし、なかなか駅巻いておるやに見られまする。と、言い出した。 固めておるか筑前との一戦必至と、自問自答して、秀吉は、そこの丘から、府中の方角を見ていたが、唐突に、九太郎、用意せと、触れを促した。ご出馬で、元より、淡々の台頭を望むようなうなずきであった。秀政は、すぐ、これを、秀吉の各武将に達し、また、自身の先方体にも、買いぶれを出して、間もなく、 昨日の通りな序列で行軍を起こした。府中までは一刻を要さない。秀吉は九太郎秀政を先駆させて、先方のうちにあった。はや城壁が見える。城形の金箔は言うまでもなかろう。位置を変えて、城東から望めば、心身と迫ってくる平和の本流と、千尋の馬印は、さらに手に取るように見えているはずである。中馬で、という量が出ない。秀吉の姿は、なお、馬上に見える。 先方体の少子は、さては、このまま、すぐ包囲体制につくものと思った。府中城の大手に向かって、本川の羽柴勢は、学翼の開きを示した。そして、ただ、千尋佐子の馬印だけが、しばらく動かずにあった。その時、城の総構えが、ぱっと荘園を吐いた。途端に、鶴瓶内の銃声である。秀吉は、秀政へ、九太郎、も、少し、後へ退けい、後へ、 兵の後退を命じた。そして、また、兵を開くな、陣形を取らず、一緒にまとめ、まん丸と、無体の隊に戻せ。と、備えを変えさせた。いや、備えをなくさせたのである。先手の兵が、射程距離の外へ下がったので、自然、白型の鉄砲もやんだ。が、相互の戦機は、まさに、一触即発の寸前にあるかに見えた。たぞ、馬印を持って、筑前の行く前を。 十件ばかかり隔てて、すぐに先へかけよ。口取りは無用じゃ、秀吉一人して、これより常中へ参るほどに。前もって、誰へ移住を告げるでもなかった。彼は、不意に、馬上からこう言い出したのだ。そして、少将の愕然と騒ぐ顔を、子供投げに見捨てて、すぐ、とことこと一人駒を進め、大手の白際へ向かっていく。しばらく、お先に立ちますれば、しばらくお待ちを。飲めるように、 それを追いかけた一子が、辛くも、十軒ほど先へ越して、命じられた馬印をかざしてかけると、たちまち、その金氷へ向かって、数発の弾丸が飛んできた。うつな、うつな、馬上、大声を上げながら、その玉の来る方へと、あえて、かけて行く一機は、一夜の飛ぶような姿でもあった。竹前を、見知らぬか、近々と、縄文の際まで寄ると、彼は、腰の金彩を抜いて、城兵へ振りしめした。これは、 前りぞや見知りおる者も,もあろう。鉄砲は撃つな撃つな。大手大門脇の矢倉にいた高畑岩美と奥村助右門の二人は、あっ、と驚いた様子で、倉から飛んで降りた。そして、内から門扉を押し開くと、橋場殿にお汗しか。さも、意外らしい顔のまま、挨拶に講じている隊だった。二人は、顔見知りの者だった。秀吉は、はや馬から降りていたが、我から歩み寄って。 また左は、帰ったか。と、問い、重ねて。また左右も、フともに、別状はないか。無事帰乗いたしたか。と、見舞うように聞いた。奥村助右もが、去れば、鬼法ともつ,つがなく、ご帰還されておりまする。と、答えると、秀吉は、そうか。よかったよかった。それ聞いて、いささか&。ちょ右、岩見。わしの馬を引いて来い。 馬の口を二人へ渡すと、秀吉は、あだかも、若家来を連れて我が家へでも入るように、さっさと、縄文の中へ入ってきた。総構えに寄っている甲冑の村狩りは、呆然と、この一家の振る舞いに気を飲まれていた。また、利夫氏の姿も、ほとんど字を一つに、彼方からかけてきた。そして、助近づくや、おおこれはこれは、やあ、また左か。というようなわけである。たくむのでもなく、 強いい。て言うのでもない年来の友と友とのありのままに、どう召された。と、一方が言えば、一方の又左衛門利家も、どうもせぬわ。と、一生に言い放ち、まず、こうござれ。と、子息な長とともに、先に立って、本丸内へ迎え入れた。しかも、わざと、堅苦しい大玄関は避けて、路地門を押し開き、庭伝いに、柿ツバタの紫を見、白つつジの咲く間を縫い、 奥が金へ直に導いていく風だった。これは、全く内輪の客扱いと言っていい。昔、柿人への隣り合わせに住んでいた頃の往来も、こうだったのである。秀吉もまた、この荒にして、親しい扱いを、昔懐かしく喜びながら、やがて利家が、さあ、これと、書院の上に生じても、わらじを解かず、たたずみ見回して、彼方の囲い行きに見える一棟は、お台所らしいが、と尋ね、 年家が、そうだと答えると。では、まず、ご内儀に相い申そう。ご内儀はあるや。と、そこから声をかけながら、はや台所の方へずかずかと歩き出していた。年家は、驚いた。妻に会ってくれるなら、今これへ呼ぶからという間もなかったし、台所へなど行ってはいけないとも言えなかった。で、慌ててしそく年長へ。孫四郎、ご案内に立て。はよ行け。と、秀吉の後を追わせ、自身は、 署員から廊下を出て、妻へ知らすべく奥へ急いだ。より以上、びっくりしたのは、本丸の大台所に働いていた台所役人や、包丁人やおしのひたちであったろう。不意に、のっそりと、柿色の陣羽織を着た武者にしても、小作りな一生が、やあと、土間の内へ入ってきたと思うと、そこの大勢を見回して、また、左のお前はおられぬか。ご内室は、どこにおられる。と、なれなれしげにわめくではないか。ここには、 誰も、彼を彼と知るものはない。が、腰に束さんでいる際や立ちづくりは、誰の目にも、ただの武将とは見えない。どうしても大将である。しかも、味方のうちでは見たこともない大将だ。はじめは、皆、けけんな顔をしていたが、金才創建の意を見て、はっと、一斉に下にしさった。また左のお前。また左のお前。畜前者。顔をお見せなされ。秀吉は、 なお、台所部屋の奥へ向かって、こう呼び抜く。ちょうど、全部屋の物片付けに、召使いたちと共に立ち働いていた年家の夫人は、ふと、それを耳にして、誰ぞと、怪しみながら、古式、たすきがけのまま、何気なくそこへ出てきた。そして、秀吉の姿を、突然そこに見た時の、彼女の驚きようと言っては、どう形容すべくもない。あれと、しばし、 目を丸くしたまま、立ち尽くし。まあ、これは、夢ではございませんでしょうか。と、言った。ご内儀、久しいな。さてさて、いつもお達者で、めでたい。秀吉が歩み寄ると、彼女も、初めて、我に帰り、助けを外して、いたどこの死体し去った。そして、まずまずと、身を低めて生じたが、秀吉は、無造作に、大間の框に腰を据え込み、ご内儀の顔を見て、 何よりも先に聞かせたいのは、リマにある、娘、利家の女を、秀吉の養女とせる者も、姫路の女どもと打ち混じり、しごく、息災に精神したるよしじゃ。ご安堵あるがよいぞ。また、この度は、亭主又左衛門殿も、つらいご出陣と相見えたが、身体立ち惑いなく、栗尻ぞきのギリシ先も激しく、前田一陣のみにおいては、千にも、負けなしと申してよかろう。これも、めでたい。ご亭主の分は、まず常主尾を ご内儀、喜ばれい。あ、ありがとうございまする。彼女は、ひれ伏した額の下で手のひらを合わせた。ところへ、夫人を奥の方に探し求めていた年家が、ようやくここに見えて。ここでは、はしじもはしじあまりにお粗末すぎる。ともあれ、どちらからでも、おわらじをおときあって、まずまず上へ。と、ふさして、手も取らぬばかり進めたが、秀吉は、依然、立ち寄りの客の気軽さで、 北の省へ急ぐ途中、ゆるりともいたしかねる。だが、虚意に甘えて、冷や飯なと一膳賜ろうか。お安いことではあるが、それにしても、書院か好き合いでも、ちょっと、お上がりなされて。と、一家を挙げて、秀吉の承継を乞うたが、彼は、他実もある。今日は、早速こそよけれじゃ、ご内儀、所毛は、冷や飯一膳ただ手軽う賜われ。とのみ、わらじを脱いで、くつろごうとする風もない。 秀吉の気象は、良いも悪いも知り抜いている、夫妻である。義務や格好が価値を持つほど水臭い中でも、もともとない。はい。ではざっと差し上げましょう。年家の夫人、一度外したたすきをかけ直して、自身、調理場の水亀やまな板の前に立った。かずきの大台所である。たくさんな包丁人やかひこものもいる。台所奉行さえいる。けれど、煮たきはできない。 こうのものの刻み方は知らないというような奥方ではなかった。昨日も今日も、負傷した少子では、自身、その手当てを見、食事の世話も、これへ来て、テスから調理していたほどな夫人である。とのき日でも、良人の好みのために、調味や包丁に親しむことは、決して珍しいことではない。貧しい日こそ人を作る。ことに、女の教養は、貧苦窮棒の冬日を越えてきた風雪の薫光でなければ、誠に根のない切り花のそれに等しい。 秀吉は、この夫人が昔に変わらず、たすきがけで立ち働く姿を、何か生成した心地で見とれていた。今でこそ、この家も、のと七尾にかずき、この府中に、かずき、ふし両方で、二十二万石の夕飯をなしているが、清須時代の貧乏は、隣の陶吉郎の家にも負けない苦しさで、米の一升借りはおろか、塩の一握りや、一石のともし湯さえ、あったりなかったりで。おや、今夜は明かりがついておるぞ。と、林家の冬な日が、 すぐそれでもわかるくらいな時もあった家である。が、その頃の苦節が、なんと、今日のこの奥方姿に危うげのない好奇となって生かされてきたことか、根のしっかりした教養日となって現れてきたことか、秀吉は自分たち夫婦のその頃の生活も思い出されて、我が家の安子にも劣らぬ女房。と、心から見入ってしまった様子であった。が、それも、束の間、年家の夫人は、たちまち、2品、3品。 何かの名を作り終えると、さ、こちらへ。と、その全部を、我が手に捧げて、台所から外へ出て行った。食物の行くところ、秀吉も、従わざるを得ない。夫人は、さっさとかま部屋の横を通り、水路のこの囲いから外へ出た。西の丸へ続く庭山のあたり、赤松のそりんの下の一鎮である。後からついてきた侍女たちは、すぐ、付近の山芝の上に猛煎を敷き、また、他に、 二つの全部と調子とを運んできた。いかにお急ぎでも、あなた様へだけ、御前を差し上げるわけにはまいりませぬ。やあ、ご亭主とご子息も、ご相伴くださるか、それは一段片付けない。の座敷にて、腰氷楼でも解くおつもりで、さどうぞ。秀吉と対して、年家もそれへ座った。年長は、調子を捧げた。一定はあるが、一定は持ちいず、松風は吹けど、松風も耳飼いに置いていた。 酒は一尺を超えるなく、秀吉は、年入の妻が、心入れのなと冷や飯に杯ほどを、そこそこ食べせまして、満足満足。根が湧くば、この上にも、茶が、茶を1、本の、心に変えて、皿、第三水準1の88の72。と求めた。賃には、用意がある。夫人は、すぐそこへ寄って、組み出して1、本の、心に変えて、皿、第三水準1の88の72。を供した。 さて、ご内儀。と、秀吉は、それを含みながらの談合顔で言う。いろいろ、お造作に預かったが、事のついでに、これより、ご亭主の又左殿を雇うて参りたいが、どうあろう、女房殿には、あっさりした話である。が、もし、これを、橋場方から前田家への、正面からの交渉と仮定してみたら、問題は誠に重大である。当然、部門としての、対面上の問題も起こり得るし、内部的には、 意見の分裂も生じない限りはない。下手をすれば、なるかならぬかの、極めて危険な状態にも立ち至るだろう。何分、城壁一重のうちと外では、両勢いとも、満を持して、いつでも火蓋を切るばかりに退治しているところである。なお、第一には、それでは、多くの時を要する。ほっほっほっほ。ほほほほ夫人は、晴れやかに笑った。そして言うのであった。久しぶりに、亭主を貸せ。 のお口癖を伺いました昔から宿の亭主を借りてゆくぞはあなた様の毎度の奥の手でいらっしゃいましたが。ははは秀吉も笑い、年家も笑った。のう、また左。女は古いイコンとてなかなか忘れおらぬと見ゆる。よく、お主を借り物にして飲みに出たことを、まだ今のように申す。は <laughs> は <laughs> ご内儀、お湯加減はよろしかったが、ちと、二号ござったぞ。 茶本の心に変えて、さら第三水準1の88の72を戻して。が、昔と違う今日のはなし。ご内儀に依存なくば、亭主にも否なやあるまい。ぜひ、北の将へ堂々な塚松まつろう。ご子息孫四郎殿は、おふくろ様の時に、後へ残しをかれるがよい。談笑の間、ことは、すでに、決まったものとみ秀吉は、どしどし独り気味に決めていた。そこで、ご子息は残すも、 ご亭主にはぜひ、先駆けしてほしいものよ。また、左は、先行者、学ぶべきものはない。そして、めでたく、基人の日には、再びここに立ち寄り、その折は、ご内儀が迷惑と申されても、五十三日も登竜、随分わがままもしてみしょう所存じゃ今より地層を頼みおくぞ。どれ、明朝の発行、暇もなければ、今日はこれで。と、秀吉は、早たって別れを告げた。一家の者は、 台所口まで送っていった。その途中で、夫人は言った。孫四郎は、お袋のとぎに残せとの仰せではございましたが、私は、まだそんな年でも、そんな寂しがり屋でもございませぬ。城の留守にも、守るに安置のない武者も多くおりますことゆえ、どうぞ、主と共にお連れ遊ばしてくださいませ。年家も、それに同意だった。翌朝出発の時刻も、打ち合わせも、秀吉と家族の者の,の忙しい歩みの間に決まっていた。 次のお立ち寄りを、きっとお待ち申しておりまする。夫人は、台所口に泊まって、見送り、フシは、なお、大手まで送っていった。恐れしと装を。彼が、前田家を辞して、場外の自陣へ帰った当夜である。英書へ、柴田方の大物二人までが、捕虜となって引かれてきた。一名は、佐久間玄馬誠森政。もう一人は、勝家の養子、柴田勝利であった。いずれも、 山伝いに北の省まで落ちていこうとする、途中捕らわれたものという。現場誠は、負傷していた。夏は、破傷風を起こしてすぐ海を持つ。落ち武者の、よく用いる非常療法に、給仕がある。現場誠も、山中の農家へ立ち寄って、もぐさをくれぬか。と、頼み、傷口の周りへ、ところ嫌わず急を据えた。原始的な療法に似ているが、うちの湧くほどの大傷も、それによると、 細胞や皮肉の回復が著しく強力になるという。また、当時の武者やからも、川旅、武者は、乱時で故障を伐消したりした後など、足に水虫を病むものが多かったが、それにも、よく急は用いられた。傷口の場合と同じように、水虫の陣地を、急で包囲し、病巣をひぜめで殲滅し尽くすのである。現場誠が、他年なく、急を据えている間に、土地の百姓は、ひそかに語らい合い、捕まえて、 褒美に預かか。ろうではないかと、その夜、二章を止めて、猫屋を包囲し、イノシシ縛りにして、引いてきたものだった。秀吉は、それを聞いて、大出来と言いたいが、百姓にしては、出来すぎている所業。と、あまり、気絶の様子もなく、かえって、百姓たちの期待とは、全く反対な原価を持って彼らに報うたことは、先に記した通りである。翌23日、秀吉はいよいよ、 勝家の本拠地、北野へ馬を進めた。前田氏も参加した。この日も先方は堀九太郎秀政。府中から北の将までは皇帝わずか五里余りである。当日午後にはもう越前第一の都府北野将の城下は旧東龍川のほとりにも明日は山の用地にも秀吉方の兵馬を充満していたのであった。途中徳山紀秀の一族や不和工事勝光の父などのすでに風を望んで、 尋問に降ってきたものも少なくない。秀吉は、明日は山に陣し、水も漏らさぬ指図を下して、北の少女を完全に包囲させた。それのなり合いな、秀政の一体をもって、外郭の一端を破らせた。そして、昨夜、池とりこりとした現場誠森政と勝利とを城壁の近くへ引き出して、小作殿、これ見たまえ。と、攻め子を打って、城中にある勝家の耳を攻めた。ご子息。 六勝年殿。並びに、現場誠森政も、早かくのごとし。なぞ、最後のご一言にてもありたくば、それへ出て申されい。二度、三度、呼ばわらせたが、城中は錆びたるままで、何の答えもない。あえみるに忍びずとしてか、勝家も姿を現さなかった。もちろん、これは、秀吉が、戦わずして、城平の指揮を注うせしめんとした策たることは明らかである。勝家は、その前日、途庁、 前田利家と一別を告げて、北の省へ帰ってはいたが、夜へかけて、散り散りに帰ってきた三兵、留守衆、非戦頭員など合わせても、およそ三千人を出なかった。カウルに、今、現場誠と勝利が、敵の手にとらわれていたのを知ってはさすがの勝家も、我がことやむ。と、観念のほかなかったであろう。寄せ手の攻め子はやまない。夕方までには、外郭の総構えもことごとく破られて、城壁を、 隠すことわずか15件か20件の近くまで、万地すべて、これ橋場勢の甲冑となっていた。にもかかわらず、城内は、依然として静かなままだった。そのうちに、寄せての攻めつみも休み、夜に入って、城中と城外に、死者らしき武将の往来があったりしたので、さては、勝家除名の運動か、幸福の死者か。などの噂もまかれたが、また、そうでもないらしい城中の空気でもあった。酔いすぎると、それまで、 墨のようであった本丸に、花と、火が灯り出した。北来るわにも西の丸にもである。いや、必死の武者腹が、防戦による詰めしている櫓にさえ、狭間狭間にさえ明るい火が生えている。はて寄せては不審あった。が、間もなく、その謎は解かれた。鼓の音が聞こえてきたからである、また、笛の音が流れてきたからである。さらに、北国鉛を帯びた郷土の歌まで聞こえてきたので、尾を読めた。 城中では、今宵を最後と、哀れ、名残の宴を楽しんでおるものと見えるわ。城外の寄せ席すら、この夜は、多感なるものがあった。思い起こされる永禄の頃、当時の、小田幕将の一人、柴田県六将家が、甲州長江寺の城によって、佐々木城廷の強兵八千の包囲猛攻を受け、ついに、その水の手を断たれても、なお、水は、銅板にたたえて、定常に射するほどあり。の体を、友好の敵視に示し、 敵士のどぎを抜いて追い返した、あの若き剣六将家の気概や、今どこにあるなお、長江寺常駐の実情、いよいよ水に急し、平場みな貸して、き岸しなんとするや、築造の黄瓶三個の水を、こもして、生殖なき城兵の真ん中に担ぎ出させ、今日ら、渇望の水、悪ほど飲むべし、これやこれ、待つこの水ぞ。と、そのむさぼるに任せ、平身な唇をしずくし、岩底を濡らすを見るや、 大泣き方の石突きを、なお余せる巨瓶の腹に差し向け、瓶を聞け、我ら部門、卑しくも水に急して、故郷のごとく死ぬべきや。かばかばするべし、敵兵満国の父を。と、豪語し、その大瓶を、粉ともなれとばかり、突き砕いた上。それ、でよ。と、縄文を押し開いて、敵中へ切り込み、必死一戦のしのぎの日、帰って、八千の大軍を走らせ、死ぬべく切って出た道を、帰って、 外貨の大道として、生きようよ本国へ帰ってきたという、ああ、当年の瓶橋端の名は、その、今はどこに汗去ったか。京の城方といえ、寄せてと、いえ、元は、皆同じ与き家の少子である。勝家の昔を知らぬものはない。それだけに、勘無量なものがあった。この夜、北の省の城中では、最後の共演が開かれていた。本丸天使のうちには、勝家と夫人、その女子たちを中心に、 一族孤行の歴歴を合わせて、八十余名、奇跡の外に敵軍を控えながら、職も命名といながれていた。こう、一つに、おそろいのことは、元日のご祝賀でもないことよの。中村文二い一志の言に、これも、一族の柴田八右衛門が、笑って言った。あければ、死での元日。今宵は、この世の大つご森。り、君の数も、人々の称成も、日頃の宴と違うところはない。ただ、 鎧不足の烈々さであるだけが小札たる気を漂わせていないこともない。その中に、夫人を一の方と、妙齢十七を頭とする三人の側女たちの勝利が何かありえないものがあるようで、鮮らかで、また、あまりに、茂の弦に書いて、月、第三水準一の九十一の二十六、夜かであった。分けて、十一という末姫が、全部の地層や人々のにぎわいにはしゃいで、食べ散らしたり、姉に戯れたりしているのを見ると、 死もよそに主演している武骨のやからも、折りおり、あらぬ方へ目をやりがちであった。勝家も、過ごしていた。何べんとなく、誰かれへ、杯を与え、現場も、おらば、と、ふと寂しさを漏らしたが、たまたま、座中で、現場誠の失敗を悔やんでいる者の,の言を聞くと、帰って、現場の咎め立ては止めい。バンバン、この勝家の不覚に他ならぬ。それを聞くは、勝家として、身を責めら。 るるよりづらう思う。と言った。そして、ことさらに、のめのめと左右に進め、やぐらの武者たちへも、蔵中の名刺を豊富に配って、名残を存分にせよ。公銀も苦しからず。と伝えさせた。やぐらから、歌が聞こえ、小声が流れてくる。ここの勝家の前でも、鼓が鳴り、狛江の銀線が優雅な線を描いた。昔、ふ、信長様には、謎というと、すぐ立って回れ。 小作もせず、やと、よう強いられたものじゃが、不器用を恥じ、つい痛さなんだが、今にして思えば、惜しいことを致したわ。今宵のためにも、せめて、一座師は、習うておくであったにの。勝家は、そんな十回を漏らした。思うに、彼の胸には、今、しきりに、九首が懐かしまれていたのであろう。それと、また、当時の一卒猿面郎のために、各絶望のほかない窮地に追い詰められたとはいえ、せめて、世に、 恥なきような死に花だけでもと、密かに念じていたに違いない。彼、山田十四歳。武将としては、これからとも言えるのに、往年の害もなく、いたずらに死に花のみを心がけて、この世の名残を尽くさん。と、死の共演のみを潔くしていたのは、一体どうしたことだろう。座には、一族孤行の者八十四名はあり、櫓には、なお一子を辞せざる鉄鋼二千以上は優に数えられるのに、千ヶ岳の一座鉄以来、彼自身が、 自身のうちで負けたと観念していたことは、筆胸するに、現場誠の若気以上、北の消滅坊の最大な敗因ではあるまいか。往年の彼を知る者、誰か、今日、柴田おいたりの旦那期を得よう。長皇事情一歳の大御家も、ここに至っては、あたら、何の制裁も見ることはできない。世間の途中に、過去現在未来する無数の噴火目と、彼もまた変わるところのない、一個の盆火目と化していたのであろうか。杯は、ぐり、 また巡り、スータルの酒も、夜とともに枯れてゆく。歌にこあり、前に銀線あり、人に歓声称語もあるが、いかんせん、奇襲の気はそぐことができない。折々、り、氷室のような沈黙と、やきに墨を吐く色の揺らめきが、座中八十四名の水岩を、酒の気もないように、しらじらと見せるのだった。まだ夜は深い。明けるには間もあり、生涯の敵も、敵として見積まりおれば、十分にお過ごしなされ。お心置きなく、 小島若桜守一人は、主演のうちも、絶えず、天守の牢をめぐって、敵の動きを監視していた。そして、心ゆくまで、名残を惜しまれよと、折りり、ここへ状況を告げていたのである。その若桜守の声だった。それへ来たのは何者か、と室外でとがめている。答える者の言葉には、新五郎でございまする、と聞こえた。すると、再び若桜守の声で。やっ、せがれか。参ったるか。 うのが聞こえた。何か激しく受けた感動を抑えきれないような様子が目に見ぬ室内の人々までハッとさせた。父上、参りました。次の言葉が聞こえたとき、首席の杯はことごとく下に置かれていた。はて、誰であろう皆、目と目を見合わせた。勝家も聞き耳立てている風だった。が、間もなく静かな強音が室のすぐ外まで来ていた。 小島若盛は自分の後ろに一人の若者を連れていた。その若者のか細い武者姿を見たとき、勝家以下皆、再び目を見張ってしまった。なぜならば、若盛の後ろに見えたのは、久しい間、病心のため出資もならず、家にあって療養していたため、彼の記憶にも今は忘れられていた、若盛の数を、当年18歳の小島慎五郎に違いないからであった。お願いにござりまする。父の若さ守るは、勝家の前へ。 こう併服していた不足新五郎こと永永ご音録をはみながら病のため柳瀬兵へも悟空つかまつらずこのまま家にあるのは無念と申し薬事に別れを告げてはせまいりましたよし何とぞせがれ目にも明日最後の悟空お許し暮らしおかれますように勝家は感動に満ちた気色を動かして新五郎を瞳で招き秀中は二世ぞと即座に杯を与えた この山い若武者は、翌日、大手門の扉に、小島若狭森尾新五郎十八歳。柳瀬兵にふさんたりといえども、今日忠義を全うするや。と対処して、猛火と乱軍の中に奮戦し、生来の山い骨も、その終わりを、気にこうに、薫るたるものとして果てた。先には、免んけてるあり、今小島新五郎があり、中の中にも、父母の仕魂は少なくなかった。かかる仕魂を多く要しながら、ついに、大家の崩壊を。 佐志のほか、亡き体にあった勝家の家長としての自責分けだしどのようであったろう。職は参考、宴はまだ果てず、幼い側女たちは母の膝にもたれたり、居眠ったりし始めていた。側女たちには、この宴も、やがて退屈に耐えないものとなっていたらしい。末の姫はいつか母の膝を枕にすやすや眠り入っていた。お一の方は、その子の髪をまさぐりながら、終始、涙をこらえているに。 精一杯の様子に見える。中の姫も、そろそろ居眠りをし始め、ただ、姉姫の茶々の実が、さすがに、母の思いを察し、この夜の宴が何であるかをも知って、いじらしいほど、冴えた面をしていた。母に似て、娘たちは、皆美貌であったが、分けて、姉姫の茶々は、織田家の血脈にある高貴な功を、その妙霊と、天室の美に合わせ備え、見る者の目を痛ましめずに置かなかった。勝家は、ふと、あどけなさいよ。 末姫の寝顔へ行った。そして、これらの弱い者、幼い者たちの身について、お市の方へ、こう測った。おみは、信長公のご妹、この勝家の室へ移られてからも、まだ、一年には満たぬご縁じゃ子らを連れて、夜明けぬ前に、城を出られるがよい。富永慎六郎を添えて、秀吉の陣所まで届け参らそう。お市の方は、涙して答えた。稲とよ、と泣いて言う。 無門に嫁ぐからには、かかることに合うも、覚悟の前、宿命の後を、今更驚いて羽織りませぬ。この木において、素人でよとは、むしろお情けないお言葉です。筑前の尋問へ頼って、命を助からんなどは、思いもよらぬこととのみ、袖の内の面を振っているらしく眺められた。が、勝家は、重ねて、いやいや、薄べりなこの勝家へ、ご定説は嬉しく思うが、もともと、三人の側女らも、浅井戸の長政の意思。 また、秀吉とても、周筋のご妹に、あたら、ルル、おもとらぼしに、連れなかるべきはずもない。そういたされよ、そうそう、お支度されよ。と、促してやまず、新六郎、これへ。と、座中の侍を呼び、意を含ませて、さらに、そのことを勧めたが、お市の方は、稲とのみ、面を振って、どうしてもここを去らなかった。それまでのお志とあらば、無下のお計らいも、かえっていかがでしょう。 せめて、何も知らぬ姫君たちだけでも、おかんの御意のように、ご城外へ出しまらせては。と、終身の等しく言う言葉に、彼女も、それには同意の様子で、さらばと、膝に寝ていた末姫も揺り起こし、にわかに、侍を添えて、城外へ送ることになった。ちゃちゃは、母にすがって、いやじゃ。いやじゃ、母様とご一緒に。と、離れるべくもない身もだいをなしたが、勝家に言い聞かされ、母に諭され。 なお狂わしまで嘆いて山の姿を、侍の真の苦労に隔てられて、無理やりに外へ伴われて行ってしまった。三人の即女たちの泣く声が、遠くに行くまで聞こえた。夜は、すでに四皿に近かった。肝炎ならぬ肝もつき、武者たちは、歯や、苦足の皮紐を締め直し、打ち物割って、持ち葉持ち葉の最後の死に所へ散り始めた。勝家夫妻と、一門支配は、相手伝えて、本丸の奥へ移った。お一の方は、 小机を寄せて、自生の墨を吸った。勝家も、歌一つ残した。とばりうちの職は、ほの暗く、相応と恐れしの恨みも忍ばれた。ほとときすは、明智柿を告げていた。どうじしょう同じ夜。夜は同じながら、人の夜は一つでない。敗者、勝者、あまりにも持つ明日は違う。秀吉は、夕刻明日は山の本陣を、さらに進めて、市街の一端、旧東龍川を後ろに、 将棋場を定め、夜の白身次第に、総がかりのこと。と、万端の量を済ませて、心静かに、あくるを待っていた。市街もわりに平穏である。に、3か所に火災は起こったが、これも平戦ではなく、狼狽した市民の過失日と分かっており、むしろ、この大きなかがりを持って、城兵の奇襲を監視する瓶となすように、昼夜、燃えるに任せてあった。よに、秀吉から堀秀政へ渡されていた軍令は、すぐ、 六十通復写されて、陣に、掲示するように。と、各番手の武将へ交付されていた。その過剰は次の通りである。おきてのこと。一、身体何事もほろの者、使い番次第都市、その方によるべきこと。一、乱暴すかからず、波二種化に入るまじきこと。一、まばららかけすまじきこと。一、勝利に誇る怒らざるごと。一、合戦を心にびへ、幼稚のようやるべきこと。 宵から夜半までの間に、一時、陣営も噂が広まったように、秀吉の英内にさまざまな人物の出入りがあったことは確かであり、そのため、勝家の除名運動が行われているとか、即時会場になるとか、取り沙汰もあったが、夜半すぎるも、当初の作戦方針には、何の変更も見なかった。早くも、陣には夜明け近きを思わせるものが動いた。そのうちに、会が鳴った。霧を破る太鼓の音が、とうとう、 全陣地を揺るがし始めた。すでに、東の空は明るい。総攻撃は、予定通り、虎の一点、午前4時の時刻も、狂いなく開始されたのだ。城壁に面した先手の銃声から、まず、その火蓋は切られ出した。バチバチと、凄まじい霧の中の音だったがどうしたのか、その銃声も、一番手の完成も、間もなく、はたとやんでしまったため。はて、何かと、少なからず、 全軍の動きをたた。めらわせたその時、捕虜の者、伝令が一気切りをついて、秀吉の将棋場と堀秀政の陣地との間を、鞭打って往復していた。ほどなく、場外の柳の馬場から、三名の女子を伴った一名の敵の侍が、秀政の配下や捕虜の武者に導かれて、徒歩で、市街の方へ出てくるのが見られた。鉄砲止め。打ち方止め。と、捕虜の死だけは牙で、注意深く先に触れて通った。 お城中から出てきたおとし人か。兵は、目をそば立てた。これが、信長の命にあたる、三人の姫たちとは知らないまでも、霧に濡れゆく六つの田元の可憐さに、南を食っていた。姉は、妹の手を引き、その妹は、末の妹を言うわりつつ、石ころ堂をつま先立てて歩いた。不人の作法として、履物を取らないのが霊なので、姫たちも、絹たびのまま土を踏んでいた。痛い、痛い。末の姫は、 歩こうとしない。お城へ帰りたいとばかり言う。城中から付き添って出た富永新六郎は、だましすかして、背中に折った。新六、どこへ行くの。瀬の姫は、古くのだった。美しい死体を追っているような冷たさに、新六郎まで、生きた心地もなく、涙で応えた。良いおじさまのいらっしゃるところへ。いや、いや。末姫は、泣き出した。十三の姉、十七の姉は、 二人して、懸命に慰める。後から、お母様も、おいで遊ばせでしょう。ね、新六。え、いらっしゃいますとも。とつこうつ、ようやく、秀吉の陣所のある松原のほとりまで来た。秀吉は、いばを出て、松の下にたたずんでいた。近づくのを、見ていたものと見える。お供ない,いたしました。送ってきた秀政の家臣が、城中から渡された経緯のあらましを報告する。 秀吉は、受け取った、と答え、すぐ、姫たちのそばへ歩み寄った。よう似ておられる。彼が胸に描いて写した鏡は、信長の面影か、お一の方の姿か、ともかくそうつぶやいて、良い巫女な、と、しきりに見惚れていた。茶々は、淡ヴェニのたもとに、蜂の期待の房を、優雅に結びたれていた。中の姫は、刺繍の大模様の袖に、縁んの帯。末の姫も劣らぬ装いに、それぞれ、 小さな金の鈴に、キャラの匂い袋も下げていた。おいくつじゃの秀吉が問うたが、三人とも答えない。むしろ、唇を白をして、触れれば、ロとばかり、涙をこぼしそうだった。はは、意味もなく、笑ってみせ。姫たち、怖がることはない。これからは、この筑前と遊ぼうぞ。秀吉は、自分の鼻を刺した。初めて、中の姫が、少し笑った。 彼女だけが猿を連想したのかもしれない。が、その時、はや朝空の下だった北の少女の周囲全面にわたって、前にも増した銃声と歓声が、一時に地を揺るがし始めた。姫たちは城壁の煙を見て、お母様、お母様、と絶叫し、泣きまどった。女わらべたちを怖がらぬ方へ連れて行け、秀吉は、それを家臣に託して、馬を、と激しく呼び立て、 直ちに、城の方へ駆け向かった。後に、女わらべたちも長じて一の姫の茶々は、秀吉の側室に入って、淀君となり、次の姫は、峡谷高知の正室に。また、末の姫が、徳川秀忠夫人となって、家光を生んだことなど、戦国好きの運命の綾は、文によって、瞳なの、よく知るところである。旧東龍川の水を引いた外郭の二重堀は、容易に寄せての近づくを、許さない。 外堀もついについえると、城兵は、大手の唐橋を、若手で焼き落とした。火災が、蛇紋櫓に移り、付近の兵舎にも飛び火した。城兵の降戦は、予想外に激しかった。前夜からの寄せ手には、早かったも同様という気分が、南がみくあったためでもある。怖いのは敵でなく、そのおごりじゃ。これは、秀吉が陣に考察させておいた通り、少なからず気を使ったところである。そのため、彼は、毛先 戦闘軍の中に立ち混じって、直接、指揮に当たっていた。正午、途上が落ちいちた。寄席は、諸門から、本丸へ流れ入った。しかも、なお、勝井英家以下、北野正一門の首脳者は、ことごとく、天使の一角によって、あらゆる防御線を策した。この天使は、急走作りの、鉄皮石柱で、堅牢無比なものだった。寄ての犠牲は、朝からのすべてよりも、帰って、ここへ来て、この一国に、 その幾倍をも出した。カウルに、城には伝道、ことごとく火の海である。秀吉は、ここへ入ってきた。一応、残らず退け。拉致はあかぬと見たか、攻めあぐねている各手の兵を退かせ。まず、一息入れるのだ。と、言った。しかし、その間に、彼は、直属の精鋭中からも、また、各隊のうちからも、屈強なしばかり、数百人を選出し、鉄砲は、一切持たせず。 手やり打ものばかりとして。秀吉、これにてみん。天使の家へ切り入れ。と命じて、一斉に放った。特に選ばれたこのやり手一体は、たちまち蜂のように角を包んで、やがて天守内へ踊り入っていた。角の三重、四重、五重の牢からも、真黒な煙が吹き出した。よし。秀吉が大きく言ったとき、天使の千本ひさしは、巨大な炎の傘となっていた。それは、 勝家のの最後を告げるるででもああったのである勝家は、剣族84名とともに、角の三重十あたりで、寄席の屈強を引きつけ突き伏せ、最後の最後まで、地滑りするほど奮戦していたが、一族の、柴田八右衛門、中村文二内仁志、小島若桜守などが、はやはやご用意を、と促すので、五重へ駆け上がって、お市の方と今日ともにし、まず、その死を見て、あと、自身は、 海にない人志の解釈のもとに腹かっきって果てたもののようである。時に、猿の刻、午後4時。角は、延々一夜中、信長が越前経営以来のものたる、旧東龍がほとりの和勘と、幾多の作夢や千魂を弔うごとく燃え続けていたが、一倍溶かした焼け跡からは、ほとんど、彼らしいものの何者も見いだすことはできなかったという。死後を見られるなきように。と、周到な用意の下に、焼き草を拡張に詰めて、 自ら焼き尽くしたためと言われている。そのため、勝家の死は、気球によって確認することができず。もしやなどと臆説する声さえ、一時あったが、秀吉はほとんど無頓着で、翌25日は、もう加賀へ向かっていた。阿修羅のせがれ。加賀の小山城、金沢は、昨日まで、佐久間玄馬誠の領だったところである。北の省の落城が伝わると、この地方も、風を望んで、橋場郡に降った。 秀吉は戦わずして、小山城へ入った。が、勝てば勝つほど、進めば進むほど、彼は、時に、馬職を切るも自せず、の言を示して、軍機の緩みを警戒していた。方々、その意図は、勝家を制しても、なお勝家に類する全面のくせ者を、無言に威圧し終わらんとする者も,もあった。富山城にある笹成政がそれである。彼こそ、無二の柴田島で無二の秀吉嫌い、また秀吉別死の男でもある。 元来、笹は、尾張春日井軍飛来の城主で、門地から言っても、秀吉の日ではない。過去、信長の経営下にあった北陸出征中も、柴田の副将格として、自他共に任じ、勝家が、柳瀬出陣の時は、越後の上杉景勝の抑えや、内地満タンの後々を頼まれて、ここになりますあり。と、北陸の留守に、にらみを聞かしていた彼でもあるのだ。今、勝家すでに滅び、北の将も落ちいちたとはいえ、 生来の猛気と、秀吉嫌いを標榜していた意地からしても、たとえ、勝家の鉄を踏むまでも、まだ、無傷の兵力と、残余の柴田島を急合して、交戦を長引かせば、そのうちに、死位の変化も起ころう。と、視力をその方へかけてくる可能性は、多分にある。秀吉は、わざと、その意地をつかなかった。異様を示して、あえて攻めず、彼の来るを待つ。としていた。いわば、成政に対して、 ここは考えどころだろうが、と思案の余地を与えておいたものとも言える。その間に秀吉はかえって越後の上、杉景勝へ向かって積極的に名約を促していた。対上杉作には先に滝川征伐以前に密使をやっておとといを通じ。打つべき手は打ってあったが、さらに以後水位の実情を告げて、尊道の近況をいかにとあえて具体的な意思表示を求めたのである。北越には。 自ら、北越の守るをもって、人づる謙信以来の上杉家が、高くもたしつつ、しかも、独自の契約をもって、この大風雲気を乗り越えて、ゆかんとする風があった。継承は、家臣石川張馬の神を使って、その戦勝を祝し、また、秀吉の解明の意に応えては、北越の山が、昨今多忙、多実親しく、灰姿の日もあらん。と、謹んで言わせた。秀吉と上杉家との間に、友好関係の見られる限り、 富山の笹成政が光線をもくろむ余地は全くない。成政は志を偽って、ついに秀吉へ負を申し出た。そして、自身の次長を、利家の次男、さえへと継がせることを約して、本領安堵というところに落ち着いた。こうして、北の松江北のことは、ほとんど戦うことなくして、勝利の予定で平定したと言ってよい。4月25日、彼は富山の城中で、異楼の宴を催した。 いよいよ軍を返すためである。その席に、越後の使い、石川晴間の神もいた。石川晴間の神は、すでに、施設としての公務も終わっていたので、越後表に帰ることになっていたが、秀吉に止められて、今日の宴のために、帰国を一日延ばして列席していたものだった。あなたのお顔は、戦場手とくと見覚えておるが、それがしおば、お忘れか。酒、竹縄となり、座、崩れる頃ま又左衛門と知家は、彼の前へ寄って、 盃を乞うたなかなか。と、張間の神は、研修の間に打ち笑って、天正9年10月、浄願寺の激戦に、立て星の前立に、黒川の鎧を主にさせ、苦戦の味方を叱咤しておられた片目の大将の式ぶりは、今もって、眼底にあり、忘れるところではございませぬ。と、言った。利家は、膝を打って、去ればよ、その折、いつも、将棋の駒の旗さし者を見せ。 上杉勢の真っ先に出て、味方を悩ます京やりの一生こそ、越後の石川張間なれと聞くからに、確かと、見覚えておやり先を心みんと伺いおったが、ついに背面の木もなく、今日、ここでお膝を交えるとは。いや、また左殿は、ご幸運でござったよ。ははは、何の、張真殿こそ、また、亡き命拾いをなされたのじゃ。以後のお首は、儲け者と申す者。そのつもりで、今日はしたたかに参られい。 座中一番の大阪月を釈人に取らせて、播磨の神の手に持たせた。これはこれは、妙がし至極。越後武者で、五合入りや一升入りにひるむものはない。播磨の神は、雫も余さず飲み干した。あなた、こなた、思い思いに座を寄せて、看護していた人々も、皆、その飲みぶりを眺めていたが思わず。や、見事。と、処方で言った。秀吉も、見て。播磨。もう一つ。 片らの飾り盃を取ったそれは、上吾が見ただけでも、ちょっと首を傾けそうなもので、前城主の源馬誠が勝家から拝領したという由来のある白月の大杯だった。張間の神は、仰ぎ見て、ありがとう存じまする。と、拝したが、職人が、秀吉の手からそれを取り継いで来ようとすると、少々、お待ちください。と、押し留めた。その後、杯なれば、ぜひ、 他にいただかせたいものがおりますが、そのものに、おつわし賜われば、一段と、かたじけのをござりますが。と、やや改まっていった。秀吉は、不審そうに、見回した。誰えじゃ、この杯を、針馬が特に取らせてくれいと、望むのは。いや、これには、おりませぬもので。いないのか。手前が、友のうちに連れておるもので。もし、お許し賜わるなれば、これへ呼んで。 お目通りいたさせたく思いますが。良いとも、すぐ呼べ。秀吉は、気がるかったが、また、すぐ張間の神へ尋ねていた。が、その者は、ソチの家僕か。影勝殿の侍か。いや、アシュラのせがれでございまする。ほ。アシュラのせがれとな。はい。アシュラの秀吉は変な顔をした。張間の神が、秘境の戯れを言っている者と、疑ったからである。 やがて、マの神が、侍たまりから呼び入れてきたのを見ると、それは、まだ、中二、三の愛くるしい少年だった。リマかようなわらべに、この大阪月をやってくれとは、いかなるわけか。世も、四天童寺のせがれではなかろうに。秀吉も、戯れた。目を、その少年に集めた、石上の主格も、ことごとく笑った。ところが、一人、石川マの神だけは、目に涙すらたたえて。 その少年を傍らに寄せ、秀吉へ、目見えの礼を取らせながら、さて、こう述べた。サヌル、天正七、八、九年の北越陣に、参加の衆は、なおお忘れあるまいが、この正せがれは、当時、我が上杉家の一生として、魚津城により、織田殿の遠征軍たる、柴田一族、笹、前田などの大軍を一手に引き受けて、しかも、数年が、間、寄せ手を悩ませ、指の鬼柴田をも、 攻めあぐましめた越後武者竹俣三幸森周辺の一志なのでございます。播磨の神の真面目さに、人々は、皆雑魚を潜めて聞き入った。ことに、魚津城の竹俣三幸森の意志と聞いて、注目は、一曹操の少年の姿に惹かれた。播磨の神は、なお、次のように、当年の思い出を物語った。古城魚津も、剣士防戦のかなく、やがては、ついに、落ち,いちる日が来た。その時、上昇三幸森周辺は、 千城の人なるを見、我敵に、この城を椅子からには、我また、敵将勝家の首を得ずに置くべきやと、炎を出て、敵中へ駆け込み、乱軍の中に倒れ伏して、勝家を狙っていた。勝家、それとも知らず、はや落城も監しと、馬を進めて、入城戦と通った。時に、突として、類類の死骸の中から起き上がった満身鮮血の一無者は、知らざりしか勝家。竹又三光森、何時をここに待つこと久し。 いでその首を。と、猛風一年の槍さながら批評のごとく、飛びかかった。しかし、多勢に、無勢、無念の声は、あえなく、鉄刀の敵に隔てられてしまった。三河守は、怒れる目に血を注いで、今はこれまでと、見えたが、結露に天を仰いで、アシュラ王に、我れ貫や、やがてまた、生まれてトラム、勝家が首。と、自勢を営じ、二度三度。 喉も破れよと繰り返した。そしてよく読んだと持参してかかえしをしたかと思うと眼前の敵手を待たず自ら首はねていたという魚津はついに落ちいちたりとはいえ上杉家の死は我ら上杉宗の中にこの竹俣三幸森を持ったことを非常な誇りとしていたこと言うまでもないで石川張間の神は今度の施設の旅の閉じその隠れたる意志を探して越後へ連れ戻るべく 熱の中に加えていたわけであるとも、話のあとで、付け加えていった。万茶の武将は、杯を置いて、聞き済ましていた。秀吉もうなずきうなずき聞き終わった。そして、播磨の神から壊れた大杯を取ると、阿修羅のせがれ。もそっとよれ。と、差し招いた。竹俣茂への石三之助は、秀吉の手からそれを拝領した。元より少年なので、酒を出なく、杯。 そのものを与えられたのである。この杯は、三河森の一年に対し、供養のため、そちの家へくれるものじゃ。父を勘に、父に劣らぬ、良い侍になれよ。感じやすい少年の顔は、この赤く燃えていた。播磨の神は、三之助と共に、厚く礼を述べ、この夕、越後へ帰国した。秀吉は、翌日、軍を回して、北の将に至り、5月1日には、北陸の諸将に対して、 新領地の加宝所属を発表した。小山の城、金沢は、前田利家経営に移した。秀吉は、利家の遊戯に周遊に、加賀の石川、加北の二軍を付したほか、非足の年長にも、まっとう四万石を与え、代わりに、府中の城は、これを納めた。加賀の江沼を、溝口秀勝に。野み軍を、旧通り村上義明に。総じて、きの豪族は、そのまま、丘陵において、これを、 皆には中秀に属せしめた。また、特に、秀吉が意を用いたのは、庭長秀の功であった。北の省にある日の一日、彼は、五郎左衛門中秀の手を取って、君の功しなくば、兄、今日のことあらんや。今、その功を口に述べ、牢を射線とするも、思い極まって、言わんと欲しするもご極まる。と、手を取って、ただ落類するばかりであったと、庭家夫には記してある。果たして、 秀吉がそこまで行ったかどうかわからないが、とにかく彼が最大な行為をもってしたことは疑いない。すなわち、若さ、近江の丘陵へ新たに、なお、越前前宗とかが2軍を付与し、次婚は北陸短大として筑前を助けられよ。と、次期甚だ県で、送るところはすこぶる大きく、かつ、ひそくなべ丸にまで、柴田伝来の漢字の名のある名刀を与えたりなどしている。このほか、 直属の旗本諸行などへも大規模な論功交渉があったのは言うまでもないが、それはもっと後日になってからである。北陸の公と一切を済まして、秀吉の戦勝軍が長浜まで帰ってきたのは5月5日、丹後の日だった。あやめ立ち、節句祝いも少子にさせて、滞をしろ二日間。秀吉は、その間に岐阜方面の始末を聴取した。その後、岐阜城は、もっぱら、稲葉一徹らの兵が、 攻撃を続行していたが、柴田の大敗が聞こえてから、神戸の豚開花、城兵の指揮は全く疎走し、ガウルに、城中には、一鉄の老いの斎藤としたカスとか、稲葉行部などの、いわゆる身の道族が多くいたので、それらは、みんな、城を出て、橋場方に属してしまった。結局、泊まる者、わずか27人という窮状に落ち入って、ついに、37の豚家も、城を逃れ、長良川から船に投じて、木曽川を降り、 尾張地帯落ちていった。豊漢や武家ごときなどの記載によると、三十七の武か柴田をこそ頼みきゅしに、滅びにしかば、草の根をたたれしようにて、老頭ども皆をきゅせ、日頃恵み深かりし者ばかり、残り止まれり。三階の武を、尾張の勢いをぐして、城を囲みきゅぬ絹。使いを柱化かし、尾張の方へおさせよとたばかりたまえば、城をいで、川船に乗りて、地下のうつびにおはせしや。そこにて、 信男の図下中川勘右衛門をやわし、自害したまいとありしかば、かねて書くことと思いしとて、静かに、ことどもしたため置き、手すから刀の刃かき合わせ、自害ありけり。とあって、信孝の身は、その兄弟の織田信雄が、巧みに導き出して、最後の処置をつけていることになっている。もちろん指図をしたのは、秀吉である。宗筋の信孝を、直接、自軍で手を下すのは、好もしくないので、信男の手を借りて、こうしたのであることも言うまでもない。 このことに対し、世上、秀吉の不信を高めた文表も少なくないが、山賀元行の武家ごときなどは、秀吉が毛利とは断し、山崎に光秀を討ち、清須会議に臨んだときは、まだ、決して、天下を奪う志はなかったものだといい。ただ、審議の向かうところ、やむを得ざる道を行ったものだが、天下の大事ひとまず終わって、あと信、信夫、信孝の金立をはじめ、勝家、数正らの旧重臣の左略が、ことごとく審議に欠けており、 また、地望もまばらで、かえって、天下平殿の警棒と措父とを、秀吉に与えてしまったものだ、と説いている。そして、なお祖皇の道書には、秀吉の税を脱府にひず、信を、信孝のこれを預かふるや、と、この問題に結論を下している。おおむね、周表も、この結論には、いろんないもの,のようであるが、中国から山崎戦へかけての頃は、まだ天下に望みなかったという一時だけは、果たしてどうであろうか。 ともかく、信夫といい、信孝といい、この兄弟の凡庸だけは争えない。もし、兄弟心を一つにするとか、あるいは、どっちか、一人でも秀武にして、時使を知る目を備えていたら、決して、こんな破局は見なかったであろう。信夫のお人吉しな烈さに比べれば、信孝は、なお、いささかは骨があった。最略なき花っぱしには過ぎなかったが、尾張の野間ま,まで逃げ延びて、そこの一寺で腹を切った最後の模様も、さすがに、 こうなること。と、覚悟していた様子で、めめしくはなかった。かつて、野間の安養院には、地蔵の炭梅の子が一服があり、織田信孝が、自陣の時、室の床にかけられていたものと言われていた。結婚の羽が見えて、王子を忍ばせ、見るも哀れな一服であるとて、後に、彼の上が、それに一しを題したという。夜窓女夢いた最子。月下見花をもろオフ。揺るがせ優勝生来個性。 今日頭半幅墨埋めず信孝その年26自陣したのは5月7日と言われているその7日秀吉は安土へ立ち11日は坂本にちゅまった伊勢の滝川一正もやがてついに降った秀吉は彼に茶の湯漁にと近江の地で事業5千石を与えあえて作費の罪を深く追及しなかった